皆様、お待たせをしました。お忙しい中をこの企画にご参加をたくさんいただきましてありがとうございます。私は今日の司会進行をさせていただきます球場フェスタ市民ネットに所属しております弁護士の海部と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。お承知のようにその特定、秘密保護法昨年の12月の6日でしたかね、強行採決をされまして13日に公布をされた。施行して1年以内に公布して1年以内に施行するということになって、今あれこれ、あまり愚にもつかないというと失礼なのかもしれません。やれ、監視機関ができるかできないかとかなんかそんなことを言っていますが、あまりおよそ身になるような話をしているとは思います。こんな秘密保護法は、本当に廃止させるしかない。そして本当にこういう法律が一つできてですね、その後すぐに廃止に向けた運動ができるっていうのはちょっとあまり経験がないことです。大きく広がっています。そして今年に入って先だってあたりからもそうですが、最近新聞にぎわしておりますが、集団的自衛権が認められるように憲法の解釈を変えちゃうんだというわけですね。で、しかも安倍さんは内閣が解釈を変えて何の問題もない。そして行政の責任者は自分だ、法制局長官なんかに答弁を求めるんじゃない、俺が答えるんだというわけです。で、私たちはそれで選挙でちゃんと審判を受けてるんだという言い方をします。でも選挙で選ばれた議員や政府をそれを縛るのが憲法のはずです。それが立憲主義のはずです。近代立憲主義というのはそういうものです。そのことを全く理解していないのか、およそ知らんぷりをしているのか分かりませんが、彼はとにかくこういう形で強引に戦争を遂行できる体制を作り出そう、あと3年間選挙がないぞ、この間に憲法変えちゃえというわけです。今日のこのテーマであります特定秘密保護法、戦争と秘密法っていうのはいつもつきものです。国民の目を塞ぎ耳を塞ぎ世論操作ができるような法律を作り体制を作る、それがあって初めて戦争ができる、そういうまさに車の両輪としての問題であろうと思います。そしてそのことは当然私たちが私たちの国民主権、戦争の惨禍を反省をし、戦争のない日本を作るために天皇主権ではない国民主権の憲法を作った、でそのことを根底から覆そうとするものであろうというふうに思います。今日はこのその秘密特定秘密保護法廃止へ向けたの新たな戦いということで、メディア社会と民主主義、このテーマでお話をいただきます。手元に黄色いプログラムが言っておるお届けしてあると思います。第一に、第一公約ということでジャーナリストの立場から、米倉さんにお話をいただきます。45分お話をいただく予定です。だいたい2時20分ぐらいまで、そしてその第二公演として、海藤雄一さんに、お話を、これはたっぷり90分、お話をいただこうというふうに思っております。その後、お二人に、合わせてですね、質疑応答30分ぐらいのことを予定をしておりますので、どうぞ最後までよろしく一緒に勉強をしていただければと思います。私ども本当に楽しみにしております。それでは早速始めさせていただきます。米倉さん、よろしくお願いします。米倉さんは琉球新報の記者で新聞論礼の副委員長、メディア労組の現場から、そして沖縄の視点からこの、特定秘密保護法についての新たな戦いについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
どうも皆さん、こんにちは。琉球新報の記者でもありますが、今新聞労連の副委員長として東京に今専従でおります、米倉と申します。今日もこういった場にですね、お話しする機会をいただいて大変、光栄に思います。記者としては、ずっと、労働組合やってずっとやってきたこともありまして、内勤がちょっと長いので現場取材はそんなに、近年しておりませんけれども、特に新聞労連としてもこの秘密保護法の問題、力を入れてやってきておりますので、その辺の立場からというような話になるかなと思います。まず、この秘密保護できて、まだ施行はこれからではありますけれども、すでにいろんなことが起きているだろうというふうに考えています。取材源の萎縮、そしてメディアの萎縮ということが起こっていると思います。今日お配りした資料の中にですね、この新聞労連、私たちの機関紙の号外を入れております。これは実物ですけれども、去年の6月1日付で、出したものです。見出しを見ていただいてですね、結構本気にする方がいらっしゃって、そういうことでちょっと多少労連内部も含めて批判をちょっといただいたところがありますけれども、左の方にこんな新聞を出さないために秘密保全法に反対していますというふうに書いているんです。なかなかこっちが目に入らないみたいですね。そういう感じがありました。でここに最下院という人の顔写真が載っております。ご存知の方はご存知だと思いますが、現在の新聞労連の委員長は日比野と言いますけれども、その前任の新聞労連の委員長で、毎日新聞の記者です。日本で最も優秀だと言いますか、活躍している労働担当記者です。その人は東海なんですけれども、ここはこういうふうにちょっと名前を変えてですね、フィクションとしてこのように、紹介をさせていただきました。ここに我々の用語ではサイド記事というんですけれども、労働問題取材のはずがという見出しの部分があります。ここに、この蔡佳林記者はアフリカに派遣された計測機器メーカーの社員が事故に遭った。でこの仕事が自衛隊の派遣部隊への納入品の修理のために行っていた、そういう想定です。でその取材活動をしていたら逮捕されてしまったと、そういうことです。で実はこのような問題というのはこれ自体全く、皆さんすぐお分かりだと思いますが、全く架空のことではなくて今現実に起こっていることですね。そして東海さんは記事にできなかったので中身は語りませんけれども、同様な事例、労災事件になるのかならないのかというような問題意識で追いかけていた事件があって、で結局取材のが全部シャットアウトされた形で、記事化を断念した、そういった事案もがありまして、そのことも少し下敷きにした感じでこういう紙面を作ったということです。そして裏面には この時点ではまだ秘密保全法制という言い方をでしたので、その解説をしているというものを出しました。でなぜこういうものを出したのかというのはですね、去年のマスコミ報道もですね、かなり心ある記者といいますか、問題意識を持った記者たちがこの問題は、ずっと報じていたんですけれども、なかなか世論の広がりというのができなかったという中でですね、そもそもこの法律といいますか、この問題自体が、知られてないんじゃないかというので、ビラとして配れるようなものを機関紙の号外という形で作ろうという、そういうアイデアでした。そしてそれが6月1日付で、結構いろんなところで反響がありまして、例えばサンデー毎日、週刊誌のサンデー毎日は一時この東海記者が在籍したということもありまして、そういう、初めて逮捕された記者が保釈されたのでインタビューしましたという記事をサンデー毎日は書いて出ました。それからあちこち我々の営業といいますかね、普及
及をしたいということで、いくつか労働関係のところに呼びかけをしたりしてですね、結構沖縄の労働組合なんか何千枚も注文していただいてですね、お送りしたり、まあ、そういうこともありました。で、まあ、結論として、まあ、11年の8月に有識者会議報告書というのが出て、まあ、それで初めて内容がある程度明らかになって、で日弁連もそれに対して取り組みを開始する、そして新聞同連もその頃から、機関紙なんかに出したり、役員が地方の会議に訴えたりですね、そういった取り組みをしていたんですけれども、なかなか動きにならなかったんですね。9月に、概要というものが出てきて、そしてパブリックコメントをたった15日間の期間で募集をするという、まあ、そういうような展開になってようやく動き出したかなと。しかし、やはりまだ動いているメディアは一部で、まあ、社説等ではかなり地方紙も含めてかなり書いていましたし、9月時点で例えば共同通信が2ページ分の特集を送ったりして、ちょっと確かめていませんが、琉球新報なんかはその時期9月の半ばぐらいの時点で、開きの2ページの特集を組んだり、そういうことはしていましたけれども、実際に本当にキャンペーンのような形で、各紙が動き出したのは国会に提出されてからという状況でした。まあ、非常に遅すぎたというふうに僕は感じております。でその点について、毎日新聞がですね、これはネット上で公開して、ちょっと紙面ではちょっと探せなかったんですけれども、まあ、探せばあるのかもしれませんが、昨年の12月6日に、まあ、強行採決によって成立したわけですけれども、その直後の12月13日に、紙面審査委員会で議論をして、その内容をネットで公表しておりました。まあ、そこでその司会者がこのように問題提起をしてですね、本紙は特定秘密保護法案の問題点を果敢に指摘した、しかし結果は伴わなかった、毎日新聞の負けであり、メディア全体の負けと言ってよい、メディアがなぜ誠実を止められなかったのか検証すべきだろう、まあ、そういう問いかけをして、政治部長、社会部長、その他の編集局幹部がいろいろ意見を述べていると、まあ、そういうのが、紹介されています。でその中で、主な問題点として指摘されたのは3点ありまして、1つは、立ち上がりが遅かった、それから2つ目、この法律で困るのはメディアだけという受け止め方をされた、そして3つ目、まあ、メディアの対応が割れたという、まあ、そういう3つの指摘をされて、僕もおおむね同感だと思います。そして毎日新聞はさらに、1月4日付で第三者委員会と言われている開かれた新聞委員会というのを作っておりまして、池上彰さん、鈴木秀美さん、吉永美智子さん、この3人の委員による開かれた新聞委員会というのを設けておりますけれども、その新春座談会ということでですね、1月4日付で秘密保護をめぐる報道というところを論議しています。今日の資料の中にその部分だけ入っていると思います。まあ、ここで例えば鈴木委員は、まあ、反対の立場でいろいろな取り組みをされたことについては評価したいと、ただ毎日だけの責任ではないか、相手安倍政権の方が上手だと、まあ、こういうことを他の委員もおっしゃってます。まあ、要するにスピードについていけなかったっていう、でそれが立ち上がりの遅さでもあるんですけれども、逆に、それ以上にこの政権のこの強行のスピードが速かったということが言えるのかなというふうに思います。で、ですか、まあ、なぜ遅すぎたのかという理由についてはですね、まあ当初例えば公明党がそんな簡単に容認するはずはないだろうなんですね。それから臨時国会は経済政策の方を優先で、これが上程されるのは、通常国会に入ってからだろうとかですね、まあ、これまでの常識ではそうだった、しかし、まあ、それを、まあ、読んだ上で
強硬に走ったというのが安倍政権だったのかなというふうに思います。そしてあと他にも遅すぎた理由というのはいろいろ考えるべきではないかなというふうに考えています。特に、去年特に顕著になりましたけれども、安倍政権が誕生してからですね、これはいろいろ、ね、いろんな報道でも問題にもされていましたが、マスコミの経営者トップとですね、安倍首相が頻繁に会食をすると、そして、で会食をした翌日とか翌々日に、例えば読売で、首相はこう考えているというようなことがですね、独自ネタといいますか、独ダネのように報道されると、そういうようなことがどんどん続くようになってですね、そしてあと単独会見というものが横行するわけです。以前は官邸記者会が申し入れて共同記者会見という形でやっていたのを、政権の側がメディアを選んで単独会見をする、そして自分の言いたいことを書かせる、そして、単独会見をして、普通の記者会見とかぶら下がりとかで言わないことを言ったら、それはニュースだ、独ダネだという形で報じる、そういう形でメディアのコントロールというのを露骨に始めていった。そして、メディアの側も権力との距離感というものを見失ってしまったんじゃないかというふうに思います。それとあともう一つ、これもメディアはやっぱり自分たちの中身のこと、内部のことはあんまり言わないという悪い体質がある、制度があるんですが、去年は民法のですね、免許の一斉更新の年だったんです。7月末に、申請の締め切りで10月か11月、ちょっと確認忘れましたけれどもぐらいに更新されている。で、もともと民間放送局というのはキー局はですね、設立した時期が違いますから、本来、更新の時期も、5年間なんですけれども、ずれていたものをその前の段階で、ちょっとそこの事情をよく把握してないんですけれども、一斉にしちゃったんですね、政府は。ですからそれが直接の今メディアに影響したかどうかということの検証はちょっと僕自身はしていませんけれども、そういったものも背景にあったと。で、特に安倍首相もそれから菅官房長官も第一次安倍内閣時代、あるいはそれ以前に、散々メディアに介入をして NHK の問題をはじめとしてですね、やってきた政治家たちです。そういったものが効いたと思いますし、昨年の参院選の告示日の直前にTBS に、の自民党は TBS の取材を受けないということを突然発表してですね、で、TBS の報道責任者、報道局長が自民党本部を訪ねて、で、謝罪も何もしてないと言っていますけれども、安倍首相はその後の BS フジという番組で事実上の謝罪があったので、取材局は撤回するということも言うと、そういうこともありました。そういう形で今メディアがこの安倍政権の戦略的な対応によってですね、分断されコントロールされている。それが NHK に対して、この最近非常に重大な問題になっているところの NHK に対する介入になって現れているんだろうと思います。そして、ですか、今そういう意味で日本の新聞は2つに割れてしまったというふうに思います。でこれがただ言論多様性自体は あってしかるべきですし、そういう意味で主義主張の違う新聞があってもいいと思います。それはそれぞれの読者層を反映しているという面も否定できないと思います。ただその場合に前提としてあるべきもの、これが今、崩れつつあるのではないか。これは人権であったり民主主義であったり言論表現の自由であったり立憲主義であったり、ですから今この秘密保護法についてもそうでしたけれども、憲法改正についてもそうですし、 TPP についてもそうですし、靖国問題についてもそうですけれども、今メディアが分断されてしまったというふうに感じています。そして、今度の都知事選の結果にも、とも通じるところがあると思いますけれども、それがある程度固定化されてしまったといいますか、固定化しつつあるのではないか、簡単に元に戻れないのではないかなというふうに感じております。
まあ、メディアの変質というところですけれども、この国家秘密法が1980年代に登場したときには、これはもうメディアがほぼ揃ってですね反対をしましたし、それがと今と何が変わったのかというのは、この安倍政権の戦略もありますけれども、やはりこの間のさまざまな憲法を空洞化させるような時代状況もありましたし、まあ高度経済成長が終わって、まあ、こう格差が拡大するという中で、ナショナリズム的なもの、ポピュリズム的なものに、だんだんそういったものが強まってきた、そしてそれが排外主義にもつながり、そういったこともあるなと思いますが、やはりもう一つはメディアの内部について言えば、例えば80年代であれば戦争を体験した先輩方もいましたし、60年安保闘争を経験した方々もいたわけですけれども、そういった人たちはもう今経営陣の一部に残っているかどうかという程度で、もう新聞社の中にはもうそういうことを日常的な、例えば現場のデスクであるとか部長とかという世代にはもういなくなっている、これも大きいのではないかなと思っています。そしてもう一つ労組の問題なんですけれども、まあ、私たちの会話の中でですね、よく社論という言葉が出てきます。まあ、社論というのは皆さんがどのように使われているかちょっとわからないんですけれども、私たちが使う文脈っていうのは、社論がこうなってるから労組としてはこれはできないみたいなことをですね、やっぱり言う人が増えてるんですね。そして、まあ、そういう社論に縛られる、引きずられる、まあ、そういった、現象が今組合労組の中に起きています。それと新聞の場合顕著だと思うんですけれども、まあ、業務がどんどん忙しくなって、労働組合とかなり手がいないという状況の中で、まあ、私たちのことで単年度執行部といいますけれども、組合の役員が1年ごとに全部入れ替わっているんですね。ですからそういう中で、そういう、まあ、言論の自由を守るために必要なもの、そのために労働組合に言うべきことを言うというようなことがですね、できなくなってきていると、これはもう我々が反省しないといけない問題だと思います。そして、正社員クラブという言い方を今の労働組合に対しての批判の言葉で、よく言われますけれども、やはり非正規の人たち、関連会社の人たちに対して、まあ、正社員であることの優位性であったり、あるいはその既得権を守るというところに、どうしても、まあ、偏る傾向があって、でそれが経営とのある種の親和性といいますか、を生んでしまっている、まあ、そういった今の労組の脆弱性というものが現れているのではないか。ですからこの遅すぎた、立ち上がりが遅かった一つの原因は、労組が、まあ、それだけだらしなかったといいますか、労組がやはりなんでやらないんだというふうにもっと突き上げる、かつてだったらそれを90年代まではそういうことはあったと思うんですけれども、それが今なくなってしまう。ですから国会、まあ、秘密法が国会に出されてから、朝日がどんと一面に書いて、それで、全国の省庁が一斉に、まあ、安心してついていったみたいな感じがするんですけれども、労働組合はそれの後についていってる、まあ、節もあると、特に大手審がそういう傾向があるというふうに、思っております。で、まあ、これからの戦いというところについては、新聞労連はミックという他の民放や出版の労働組合などと一緒に、去年の一年のですね、12年の7月から、共同行動という動きを始めて、独自にリーフレットを作ったり街頭宣伝をしたり、そういう取り組みをしてきました。でさらに、去年の秋以降の日比谷を呼んで、2回の大集会をやったり、国会合意をしたり、そういった実行委員会には、これは新聞労連として呼びかけ団体に加えさせていただきました。そして今この全国に各地でできたこういった団体が今全国ネットワークを作って、昨日時点でですか44団体ぐらいどんどん増えております。そういう形で地域の草の根的なですねネットワークが今どんどん展開をしていって、その中心的にといいますか、一番精神的に頑張っているのが愛知の会という名古屋を中心としたところで、そこはもう今度4月の5、6日にですね全国集会をやろうということで呼びかけをしているというような動きです。
まあ、あの今後の実行委員会の取り組みについては、まあ、会長先生から多分あると思いますし、主催者からもあるかもしれませんので詳しく言ってませんが、まあ、とにかく今このメディアが分断されてしまっているここにどう向き合うのか立ち向かうのかということが、まあ、現実的な課題だろうと思っています。で、まあ、私たちはまさに新聞労連であってそういった新聞社の労働組合とも一緒にやってるんですけれども、どうやってそれを労連全体のものとしてもっと力強いものにするか、そして、今 その社論に対して物申す、労働労組として活動するか、それを今問われていますし、その努力をしているところです。まあ、なかなかうまくいかないというのが正直なところなんですけれども、そういった努力をしているということです。で、今日、まあ、いらっしゃっている皆さんはいろんな現場でそういったメディアの記者らとですね出会ってらっしゃると思います。そこでぜひ励ましていただきたいし、注文をつけていただきたいし、そして、まあ、こういう秘密保護法に反対しない、メディアもありますので、まあ、そういったところについてはぜひ問題提起をしていただくということを皆さんにもお願いをして共に頑張っていければなと思います。で、ちょっと沖縄からの視点というところでちょっと移りたいんですけれども、ここで後でちょっとビデオ上映をしますけれども、少し前置き的に言いたいんですが、ここで沖縄からの視点として言いたいことは、今沖縄自体が、治外法権的状況、差別の状況、監視が強化される状況がありますけれども、それがこの秘密保護法によって、これまでも進んではいますけれども、それがもっと露骨に顕著に全国化するであろうというふうに思っています。で、沖縄で起こっていることということで、この今日の資料をちょっと入れさせていただいたんですが、去年の8月、ちょうど8月5日ですね、広島の原爆の日の前日ですけれども、沖縄県の宜野座村というところの、まあ、一応基地の中ではあるんですが、米軍ヘリが墜落をした。で、それについて、現場に沖縄県側、県の当局者も警察も一切立ち入りができず、その米軍が規制した外側の土とか水を採取して県が独自に調査をして、2ヶ月後ぐらいでしたか、特にその異常を言いますか基準を超えるようなものはなかったという発表をしたんですが、それがこの今年の2月になってですね、ようやくこれは、この宜野座村の基地対策協議会幹事会という場に、で、その当局が沖縄防衛軍から聞いた内容を説明したという形でようやく明らかになったのがこの、沖縄の西の記事ですね。沖縄タイムズは一面トップということで、この日は、ケネディ大使が来た日ですね。まあ、そういうことで、琉球新報は社会面の方にこのように、展開しています。で、まあ、こういう有害物質もそうなんですけれども、2004年の沖縄国際大学にヘリが落ちた時にも問題になりましたけれども、米軍機は核物質を搭載しております。ですからこういうのが落ちるとですね、そういったことが問題になる。 ですから騒音とかですね、そういったそれ、沖縄では爆音と言いますけれども、爆音とかという被害だけでなく、そういう環境面での被害というのも実にあってですね、それの調査とか、あるいは対策を求めてもですね、この地位協定の壁に阻まれて、なかなか改善をされないと。で、政府はいろんな運用改善というのは今度の知事の埋め立て承認をめぐっても言っておりますけれども、それは地位協定の改定ではなくて運用見直しでしかないし、しかも何の実効性の担保もない、米軍が守った試しはないということがあります。そうした不平等条約である地位協定、これが、沖縄においてはもちろんですけれども、実は日本にとってもこれは日米安保体制において憲法より大切なものとなっているという現実があるということです。実は憲法より大切な地域日米地位協定という本が、僕らの先輩の前泊博文さんという今の
沖縄国際大学の教授になりましたが、彼が、去年ですね、去年出して結構評価のベストセラーになっておりますけれども、まあ、そういった本を出してもいるという状況があります。そして、沖縄については、まあ、琉球処分という言葉がありますけれども、まあ、明治政府が琉球王国を解体して、日本に、まあ、無理やり組み入れた、まあ、そのことを琉球処分という言葉になっているわけですけれども、これは僕の素人的な理解ですけれども、この琉球処分というのはその後さらに第2、第3、第4というふうに続いてきていると思います。まあ、第2が、まあ、沖縄戦、第3が平和憲法の日本に帰りたいという沖縄県民の願いを踏みにじった沖縄返還ですね。そして4つ目がこの90年代後半から今に至る、あるいは昨年末までに至る過程ではないかなというふうに考えています。そして今沖縄からは構造的差別、植民地理という声が上がり、独立論が力強く出てきているという状況があります。これについて、ちょうどつい最近、最新聞に独立論について、まあ、よく簡単にまとめてありますけれども、まあ、この見出しは的確かなと思います。深まる本土との断絶、自己決定権を求め進む独立論、まあ、こういう、まあ、参考にお読みいただきたいと思いますけれども、まあ、沖縄ではこういう議論が起きていると。で、一方で名護市長選で、沖縄県の民意が改めて示されたんですけれども、1月23日の琉球新報ですね、こういう記事、今日ちょっと資料に入れなかったんですけれども、防衛政務官の木原という人物がですね、沖縄選出の 野党の国会議員が要請に行ったときにですね、永田町の民意もあるというふうに発言した。でこれが琉球新聞は一面トップで報じています。まあ、これが今の政府だということです。そして、じゃあこれから何が起こるのかですね、ということについて述べたいんですが、ちょっと古いですけれども、もう10年になろうとしていますが、沖縄国際大学に、米軍ヘリが落ちた時の映像をちょっと見ていただきたいと思います。まあ、すでに見たことのある方結構いらっしゃると思いますけれども、これを今特定秘密保護法と重ねて今改めて見るということの意味を見ながらなんですが、去年から話題になっている標的の村という映画がありますけれども、まあ、あれを作ったテレビ局琉球朝日放送の、まあ、実近さんという、記者がのリポートを、まあ、そのこういうような場で、まあ、編集前の画像も見せながら、本人が語ったものをその映像と音声をかぶせて、作ってですね、でそれを琉球朝日放送さんの許可をいただいて、まあ、DVD を預かって、こうやって公演等で使っていいということで使わせていただいているものです。これはちょうどこの墜落した年の2004年の8月に墜落したんですけれども、11月に私たちが主催してシンポジウムで、西山滝さんなんかでシンポジウムをやったんですが、その時にこの特別報告をしていた、まあ、その記録を今ずっとこのように使い続けているということです。で、まあ、この事故は今の映像で、要は見ていただきたかったのは、まあ、危険だから近寄るなということを言うんですけど、彼らはその取材そのものを妨害するということですね。ですから周りにたくさん人がいて、まあ、隠しようもない、まさに民間庁のど真ん中なわけですから、隠しようもない状況だけれども、メディアの取材に対してこのように必要にですね、この後あと数分こういう映像が続くんですけど、まあ、時間の関係で切ったわけですけども、そういった状況です。そして、これもこのようなことが起きた時に、どのように規制をするのかということについてですね、まあ、これは民間地域ですし、行政も入れないと、大学当局も入れない、そういう状態になったということはおかしいじゃないかということで、沖縄はまあ当然ながら猛然と抗議をしたわけです。知事も来たけども立ち入れない、でも問題にしたわけですけど、
結局その後日米合同委員会が開かれて、とにかく整然とまず内側を米軍が規制をして規制線を張る、でその外側を日本の警察が規制線を張るという形で住民はその外側まで追いやるというガイドラインを作って、しまいました。この前の三浦市のヘリが落ちた時もそのように多分されたんだろうと思います。でこういうことが今オスプレイが日本全国を飛び回っている状況の中で、おそらくいつどこで起きてもおかしくないというふうに思います。そういう意味で、沖縄の状況が全国化する可能性が非常に高まっただろうと思います。そして、警特法というような法律が、これまでよりももっと厳しく適用されるんじゃないかなというのを懸念しています。でそれを裏付けるものが、今日資料にも入れておりますけれども、この24日付の産経新聞の一面トップで、このように、いたしました。大体いつもこの政府が言いたいことをまず産経に出す、時々読売が出ることもあるし日経が出ることもありますけれども、この沖縄に関してはやはり産経に出るケースが非常に多いので、沖縄のいろいろ運動している人たちも行政も産経新聞は目が離せないというところが実はあるんですけれども、もう未然に阻止するということで、海上保安庁も活用するとかですね、警特法の適用の方が書かれております。でこれは沖縄の基地問題に関してということではありますけれども、しかしこの特定秘密保護法も含めて考えると、これは日本全国で起こることだということは間違いないと思います。去年の11月25日から7日ぐらいかけてですね、起きたことを非常に重要だと思っているんですけれども、福島と沖縄と国会を結んで捉えたいというふうに考えています。あの時衆議院の特別委員会が福島で公聴会を開いて、そこに市議の公実人がすべて、特定秘密保護法に対して反対あるいは慎重にということを主張したけれども、その翌日に一気に特別委員会本会議で強行採決してしまったということが、福島に絡めて起こったと思います。そして同時に沖縄でやっていたことは、この辺野古の承認をさせるために沖縄関係の国会議員を、自民党の国会議員を5人並べてですね、で石破幹事長が公約を撤回させるということを演出したわけですけれども、そしてその後自民党の沖縄県連、自民党の沖縄の県議会議員たちもそれに追随をし、そして、そういう中で知事も承認に追い込まれるという、そういう流れをたどったわけです。ですからこういう今福島の問題も一緒だと思うんですけれども、今もう差別を隠さないという状況ですね、そして民主主義を否定するということが今公然と今されていて、で沖縄にされてきたことが今福島にもされ、そしてこれは、全国に広がっていくんだろうというふうに思います。そして、特定秘密保護法も一つの根拠として、公安警察であったり、自衛隊の情報保全隊、今宮城県の仙台高裁で裁判が続いていますけれども、そういった監視活動が、強められていくのではないかなというふうに思います。最前線としての沖縄というふうにちょっとその前に書いたわけですけれども、基地安保、そして戦争への道という問題、それから民主主義を無視するそういう独裁的な政治 の攻撃を受けている最前線であり、もう一つ、教科書問題もあります。そして、八重山というところの竹富町という小さな町の教科書を巡ってもですね、今文科省が地方自治法上の手続きをやろうというようなこともして今揉めている、これは靖国問題に通じる、歴史の書き換えであり、そして、国民を戦争に動員していくための教育を変えていくと、そういう流れのですけれども、その最前線にも沖縄になっているわけですけれども、これもこのまま今全国化さらにしていくだろうというふうに思います。
で、ちょっと最後にですね、まあ、僕なんかからするとライバル社ですけど、沖縄タイムズがですね、2年ぐらいですかね、軍作業員の戦後という基地で働くという基地労働者に、いろいろ語ってもらうという長期連載企画をやりました。まあ、その中で、まあ、うちや家を奪われて、生きていくために基地で働かざるを得なかったという歴史とかですね、でその中でやはり秘密を扱われたり、あるいは米軍の住民に対する暴力活動ですね、暴力ビラを作らされたり、でそういうことをさせられた人たちの苦労とともにその語っていることが、まとめられています。もうちょっと本になってからまたちゃんと読んでいませんけれども、でこの取材の中心になった、記者を今度ミックでもお呼びして、まあ、レイバーネットと一緒にミックでも呼んで、磯野さんというんですが、お話を伺うという場を持とうと思っていますが、まあ、ここで言いたいのは、基地で働く労働者がそういう苦悩であったり、あるいは秘密を背負わされてですね、いまだにだから彼らは口を開けないものもいっぱいあるんですね。それは住民感情との関係もありますし、まあ、やはり米軍当局に対する恐怖心を持っています。でそれが今のこの秘密保護法でさらに強まるわけですよね。で、僕がそこでまあ言いたいのは、こういう今の特定秘密保護法が今の、あと今さまざまな有事法制等と結びつくことによって、あらゆる労働現場の人がこういった関心の対象になったり、あるいは秘密をに関わらざるを得なくなったり、そういうことが起こるのであると、ですからそれもまたやはり全国化がもっと進むんだろうなと思います。港湾労働者とか輸送労働者なんかの組合はそういう問題意識でずっといろいろ取り組みをしていますけれども、今後それが重要な問題になってくる。ですからこの特定秘密保護はメディアだけの問題では全然ないんだということをですね、皆さんにもぜひ理解してまた広げていただきたいなというふうに思います。ちょっと拙いお話でしたが、以上で、時間です。お願いします。どうもありがとうございました。誠にリアルで映像も衝撃的でしたが、素晴らしいお話をいただきました。後ほど犬倉さんに対する質問はまた後でまとめてお聞きすることができます。で、次に第2公演に移るんですが、その前に福島瑞穂議員がお見えになっていますので、一言ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。社民党の参議院議員福島瑞穂です。秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会では米倉さんにも話をしていただきまして、本当にお世話になりました。残念ながら強行採決をされましたが、しかし、私たちは廃止を目指して共に頑張っていきたいと思っています。で今の話の最後にもありましたが、物言えぬ社会と情報統制は何のためにあるのか。今国会で4月以降、安倍総理は集団的自衛権の行使を解釈改憲で認めるということに閣議決定だけで踏み込むと、戦争をできる国と日本国憲法を無力化することを単なる一閣議決定だけで、まあ、やろうとしていると。それを今なんとか止めようと。ですから秘密保護法の廃止法を超党派で出すことと、それからまあさまざまなまた、秘密保護をめぐる動きもありますし、また国会の中で集団的自衛権の解釈改憲を許さない、そういう勉強会も始めましたし、まあ、また 3.1 に、弁護士たちや市民が集まって勉強会をやりますが、今3月12日8時9時夜ですが、ぜひ、官邸前で、市民の抗議行動、官邸前行動をやろうなんていう話が今持ち上がってますので、なんとか実現していきたい。最後は国会はやはり何度も何度も市民がやっぱり包囲しておかしなことは許さない、でまた、秘密保護法廃止のエネルギーにつなげて国会の中で超党派で力を合わせてやっていきたいと思っております。一緒に頑張っていきましょう。今こそ頑張ります。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ぜひ一緒に頑張りたいと思います。それでは、回答先生お願いをいたします。ご存じの通り回答雄一弁護士、
日弁連の秘密保護法対策本部の副本部長でいらっしゃいます。この間の、この秘密保護法の成立まで、断固阻止ということで、大きく運動を引っ張ってこられました。そして成立した後もですね、ぜひ廃案に向けて頑張ろうということで中心になってご活躍いただいています。それでは回答雄一さんに90分、たっぷりとお話をいただきます。よろしくお願いします。どうも、ただいまご紹介を受けました回答でございます。私もたくさんいろんな講演頼まれるんですけども、90分というのは珍しくてですね、本当に今日は、ワクワクドキドキでございます。主催者の方から今日はフルバージョンでおすすめで話してくださいというそういうご依頼がありまして、かなり気合を入れてレジュメを作りました。この中身大体話せるんじゃないかというふうに思います。でもあまり書面に目を落とさずに前の方を向いて見ていていただければ、順番をちょっと変えたりすると思います。分かりやすいように、今日 の今米倉さんの話聞いていて、沖縄の問題、特にこう米軍兵士が手をこうやってね隠そうとしてるってすごいなと思いましたけども、僕もああいう目に遭ったことが何度もあるなと思ったら、やっぱり6カ所の再処理工場でああいう目に遭ってますね。もうずっとすなって言ってやられたような記憶が突然蘇ってまいりましたけれども、やっぱり、軍とかその原子力とかですね、そういうものについて非常に隠そうとするそういう、動きがあるんだなということを感じました。最初はそれぐらい前置きさせていただいて、それでは話に入っていきたいと思います。ちょっとパソコンの操作から座ってやらせていただきます。やっぱり最初に原子力の秘密のことをお話ししたいと思います。もう私の話何度か聞いたよと言われる方いるかもしれませんが、まだ聞いておられない方いるかもしれませんので、福島県浪江町ペロの浜で起きたことについてお話をしたいと思います。この話は直接僕は秘密保護法と重なっていると思います。浪江町の馬場町長がですね、先ほど米倉さんが言ってくださっていた公聴会で自民党推薦の委員として出てきて、この法律に反対の意見を表明した。それがなぜだったのかということはですね、このお話を聞いていただくと分かると思います。これがですね、去年の4月撮った写真ですけれども、浪江町の海岸べり、ここが津波に覆われたところなんですけれども、もう原発の煙突がすぐ見えるようなところです。でここのこの場所が非常に大きな意味があるということ、これを仮設住宅の自治会長の本田さんという方から聞きました。受け戸の浜に立つと今も助けを求める泣き声が聞こえる。翌朝の救助活動の準備のために浜を回った消防団員は多くの被災者の助けを呼ぶ声を聞いていたと、こういう話を聞いてですね、僕はこれ大変なことだったんだなと思って、調査を始めたということです。沿岸部の生存者の捜索というのが12日の早朝から予定されていました。しかし全員避難命令がその午前5時に発令されて、実際には国から町にちゃんとした伝達はなかったんですが、テレビ等で報道されていてですね、それを見て馬場町長がもうその町民の命を守るためには、救助活動を打ち切って撤収するしかないということで、消防団員にも中止命令を出して、そして住民の移動の方をですね、命じたということです。しかしこの沿岸部、本来救助活動をやらなければいけなかった地域というのは非常に低い線量で、町民が避難した津島地区というのは非常に高線量だったということ、これがまた大きな悲劇を生むことになります。スピーディーの情報が秘匿されていたということで、助けられたかもしれない被災者の命を奪い、無用な被爆を、子どもたちに強いてしまったということになったわけです。これが津島地区なんですけれども、去年の4月行ってみてもですね、車内空間線量10マイクロシーベルトってここが書いてありますが、実はここ去年の11月にも僕もう一回行ってるんですが、その時は30ミリシーベルトぐらいの数値も出てました。
ものすごい高鮮度です。そういう地域に避難して、そこで幾晩か過ごしていた。実際かかった数値をここに挙げておきました。で、これは海側です。マリンセンターというこういう観光施設があってですね、今も建物は残っていますが、この屋根を津波が越えていったそうです。それくらいのすごい津波だったわけですが、奇跡的にこのガラスが割れなかったせいでですね、ここの3階にはですね、カフェテラスがあるんですが、そこが3月11日のまま止まっていてですね、そこに福島民友新聞の3月11日付の新聞が、乾いた状態で吊るされていたんでですね、その写真に撮ってきたのを右につけてあります。で、このマリンセンターによじ登ってこの下戸の浜を見てみますと、こんな状態でまだ水がきちんと引いていないんですけれども、2年間時間が全く止まっている状態、今日だともう3年経とうとしているわけですが、線量は 0.2 マイクロシーベルトで、この、情報が正確に公開されていれば、捜索を続けることもできたということです。これが4月1ヶ月以上遅れて始まった遺体の収容作業で、遺体を運んでいる警察官の状況、これを、これは本当に入ってはいけないというふうに言われている地域にこの広川隆一さんが入ってですね、決死の覚悟で写真撮影をしてきてくれたということです。こんな状態だったということです。実はですね、この悲劇をその日本国民に知ってもらいたいと思ってですね、今僕は河合博之弁護士と、一緒になって映画を作っておりましてですね、途中ちょっと都知事選挙で立場が分かれてしまったりしたんですけれども、映画は順調に作成されておりまして、ここの浜で亡くなったお父さんお母さんの息子さんの話を聞いたり、消防団員の方の話を聞いたりですね、そういうことを続けています。それが前映画の非常に大きな、パートになると思うんですけれども、ちょっと触りをご紹介しますと、この日ですね、夜になった段階でこの浜を回った消防団員の方々がいるんですね。で、その時にうめき声が聞こえていたということ、それとそのガンガン物を叩く音が聞こえていた、要するに救命状態になって助けてくれっていうことだと思うんですが、でそれに対して消防団員の方々は明日の夜が明けたら助けに来るからなと、要するに水浸しの状態になっていてですね、余震も続いているような状況でしたから、その場でその光も何もない真っ暗闇の中で救助活動っていうのはできなかったんですね。でそれで夜明けから始めるということにしていて、しかしその夜明けにはもう避難命令が出てしまったということだということで、でもそのことを思い出すとですね、やっぱりその助けられなかった消防隊の方々自身が本当に、今でも悔やまれるというかですね、避難を遅らせてもやるべきだったんじゃないかというような、そういう苦しい思いを抱えておられる方がいるようです。詩を読んでいます。これは二階堂明子さんという方の、悲しみの向こうにという詩集の中から生きている声という詩です。確かに聞こえた瓦礫の下から生きている声、うめく声、人と機会を持ってくる、もうちょっとだ、頑張れ、救助員は叫んだ、救助隊は準備を整えた、さあ出発するぞ、その時出された町民全員避難命令、うめき声を耳に残し、目に焼き付いた瓦礫から伸びた指先、そのまま逃げねばならぬ救助員の地獄、助けを待ち焦がれ絶望の果て命の灯火を消していった人々の地獄、請戸地区津波犠牲者180人の地獄、それにつながる人々の地獄、放射能噴出がもたらした捜索不可能の地獄、果てしなく祈り続けても届かぬ地獄、脳裏にこびりついた地獄へ、幾度命芽生える春が巡り来ようとも末代まで消える地獄。僕は原発と事故とその大震災が一緒に起きると、原発震災というのが起きるということを訴訟の中でずっと主張しておりました。このことを最初に言い出してくださったのは柴田勝彦先生という神戸大の先生だったんですけれども、そういうことを訴訟で言っていて、まさしく今回これ原発震災が起きた
わけですね。そしてしかし そこで、ここで撤収しなくてよかったんじゃないか、少なくとも一部の人を残してですね、まだ救助活動を続けていいっていう情報がなぜかなかったのか、そしてこの線量の低いところから100倍も線量の高いところに子どもたちを逃してですね、そしてそこで外に出て遊ばせていたわけですね。その間にものすごい大量の被爆をさせてしまっている、まあ、全て情報の人がもたらした、出来事だと思います。これ3月12日の朝刊です。浪江の駅に3月12日の朝刊は届いたけれども、この朝刊を配達する人はもういなかったということだと思います。これは駅の掲示板で大地震のため終日運転を見合わせますと11日の掲示板もそのまま残っています。まあ、この浪江の悲劇、まあ、福島の悲劇を繰り返さないというためにまず責任を明らかにしなければいけない。原発告訴団であるとか株主代表訴訟なんかも僕はやってるんですが、そういう形できちっとした、東電の会社としての責任だけでなく個人の責任まで明らかにしていく必要があると思っています。それから重要な情報を絶対に市民に隠してはいけない。で、事故を繰り返さないためには脱原発を決断しなければいけない。そして、国が決断できないなら、まあ、安倍さんがなかなか決断できなさそうですけれども、司法こそが原発の稼働を停止してほしいという思いで原発訴訟をやっております。これ去年の11月映画のロケで行った時 の受け戸の浜、まあ、こういうシーンが映る映画が間もなくできる予定でございます。もう一つ福島原発事故の話をしてみたいと思います。この事故が防げたかどうかという問題に関わることなんですが、2002年に東京電力は福島第一原発に10メートルを超える津波が襲うということを知っておりました。2004年の末にはスマトラ島沖の地震が起きて大津波が起き、そしてインド南部のカルパカムというところにある原発に大津波が襲われてですね、一部損傷したりしてるんですね。そういう出来事はあまり知られてませんが、そういうことが起こっています。2007年には中越沖地震が起こり、まあ、この時には、僕は社民党の調査団の一行ということで入れてもらってですね、この中まで入れてもらったんですが、もう本当めちゃめちゃに壊れている原発の中を見て驚愕したのを覚えていますが、最終的な東電の調査では3000箇所もの故障が生じていた。こんなことが起きるんだったらもうその太平洋岸でですね、大地震が襲うようなところの原発は止めておこうという選択もありえたと思うんです。で、2008年には東京電力はマグニチュード8クラスの地震が福島県沖で発生した時は 15.7 メートルの津波が襲うというシミュレーションも得ていました。これなんか皆さんどう思われますかね。実際に来た津波は 15.5 メートルだったって言われてるんですね。まあ、東京電力の計算にしたらうまく当たっているなという感じですが、ところが東電の役員、まあ、これはおそらくですね、武藤さんっていう方と、あともう亡くなってしまわれた方ですが吉田さんですね、この人たちが、この情報は、まあ、隠せと、こういうことを国に提出するといろいろ余計な工事をやれと言われてしまうから隠せというふうに言ったと思われます。まあ、これを明らかにしてほしいということが刑事告訴の非常に重要なポイントだったんですけれども、で、2010年の11月に国はですね、その津波対策がどうなってるんでしょうかと、もうそのかなり危険なんじゃないんですかというそういう説明要請をしています。まあ、ホワイトの方がまだまともですよね。まだまともで、それに対して3月7日に2011年3月7日に東京電力は先ほどの 15.7 メートルのシミュレーション結果を報告してます。はい、ここで質問です。2011年の3月7日、この 3.11 の4日前に東電が 15.7 メートルの津波の報告を国に出していたということを知ってた方どれくらいいますか？ね、ここね、3人ぐらいしかいないですよね。これはね、3人いたらまだいい方です。0か1っていうところが多いです。僕は原発の集会に行ってやってもね、それぐらいなんです。これがね、本当にひどい話で、そのこれは別にですね、私がその作り話で言ってるわけじゃないんですよ。これは政府の事故調の報告書にも載っているし、国会の事故調の報告書にも載っている事実なんです。
載ってる事実なんですけれども、なぜかその国民の共通認識になっていない。でなぜかというのを思い返してみるとですね、それは非常に物事ははっきりしていて、3月11日にあの地震と原発事故が起きました。そしてですね、東電の社長は2日後に、まあ、ようやく確か、京都の方に遊びに行ってたんでしたっけね。それでヘリコプターで帰ってきたのか何だか来たのか忘れましたけど、とにかく記者の前に姿を現して、記者会見をして何と言ったか、これは皆さん覚えてるはずなんですよ。これはその思いもかけない想定外の津波によるもので不可抗力でございますっていうふうに言いました。こっちはみんなの頭の中に刻み込まれてるんです。まあ、それ嘘なんじゃないのっていうふうに思った人も多いかもしれないけれども、でも東電はそういうふうに言った。だけども本当はですね、起こらなければいけなかった出来事っていうのはそこの段階でですね、直ちに保安院は記者会見を開いて、東電は嘘を言ってると、私たちは4日前、まあ、この実は3月13日に記者会見やってますから6日前ですね、6日前にこういうレポートを受け取ったばかりだと、 15.7m 分かっていながら対策取らなかった東電の責任だ、バーンってやればよかったんですよね。それやれたんです、やらなかった。別にこれは枝野さんや菅さんの責任じゃありません、彼らは知らなかった、知らされなかった。まあその保安院を白状させられなかったという意味では行政のトップにあったものとして責任あるかもしれないけれども、その情報そのものを国のトップにも上げていないわけですね。そしてその保安院自身が、この事実をずっと隠した。で、この秘密を暴いたのは誰だか知ってますか？これは読売新聞なんですよ。みんなええって言うんですよ。そうなんですよ。これ本当にね、この年の8月に読売新聞がスクープするんです。読売新聞は仲間だと思ってるから知らって言っちゃったんだね。まあそれで、だけど読売新聞がスクープしたということもちょっとあだになっていてですね、我々の仲間は全然読んでいない。で他の新聞がもっとちゃんと追っかけてきちっと書けばよかったんだけれども、それもされていないということでございます。まあいいでしょう。今話したことです。まああとはその使用済み燃料プールの話とか、こういう楽しい話がいろいろあるんですけれども、こういうのやってると、90分たくさんあると思っていてもなくなりそうなので、これはちょっと省略します。とにかく民主主義的な政策決定が機能するためには、政府の情報がきちんと公開されているということがいかに大切か。それがないとですね、市民の判断も間違える、政府の判断が間違えるだけじゃなくて市民の判断も間違えてしまうということですね。今日の問題である秘密保護法の話に入ってまいりました。この秘密の対象とされるのは防衛省が持っている、防衛秘密、いわゆる安全保障に関する秘密、外交秘密、そして警察庁が持っている諜報の防止とテロ対策。これはもともと公共の安全と秩序の維持というものすごく漠然とした言い方だったんですが、それが一応こういう形の言葉に変わっています。こういう3分野について別表というのが法律についていて、この別表に関する情報を特別秘密に指定できるというふうになっています。今日この後の話でツワネ原則の話をしろということになっていて、ちょっともうその話に飛んだ方がいいかもしれませんが、ツワネ原則はですね、国家の秘密というものを否定はしていません。国家に、一定程度の秘密があり得るということは認めてるんですね。しかし、逆にですね、国家が絶対に秘密にしてはならない情報というのを、何ページにもわたって並べている。その中にですね、例えば、国自身が違法な行為をしているときにその人の情報を秘密にしてはいけないとか、国土が大規模に環境汚染されているときにその環境汚染の事実を隠してはならないとかですね、本当にいいことが書いてあるんです。こういうことがきちっと決められていれば、例えばですね、今も日本の国土がどう汚染されているかということについて本当の正確な情報が出ているかどうかということはいろんな意味で疑問がありますけれども、一応情報は出てますね、出てます。でもチェルノブイリの場合ですね、あの時点で、ロシア、そしてベラルーシ、ウクライナのその大地がどのように汚染されたかという、その汚染地図というものを
出すためのですね、いかに多くのジャーナリストが投獄されたか、現実にそういうことによって、刑務所に入れられて、そしてその戦いの結果としてですね、あの汚染地図っていうものは出てきたんですね。そういうふうにあの国家にとって都合の悪い事実というのは隠される、しかしそれは隠してはいけないということを法律の中に決めておけば、政府が、都合の悪いことを隠したときにそれをジャーナリストが暴いた、市民活動家が暴いたという場合に処罰されるということはなくなるということなんですね。それが非常に重要なポイントだと思います。で、今の日本の法律では何を秘密とするかは行政機関の長の判断ということになっています。でこの判断が恣意的になされても、これをチェックする第三者機関というものはありません。この第三者機関のことについては後で詳しく、この法案が成立した後もまだ議論が続いていますので、今日の話のかなりメインのところになりますが、お話をしたいと思います。次に、秘密保護法と戦争準備の関係についてお話ししたいと思います。まずこの法律によって取り締まられる行為と刑罰ですけれども、故意に秘密を漏洩した公務員は懲役10年が原則です。過失だと2年、そしてジャーナリストや市民活動家が対象とされる特定取得行為、これちょっと後で説明しますが、これだと10年、そして未遂は既遂と同じです。共謀、独立教唆、扇動、これはですね、秘密をその漏らす前の段階、秘密を取ろうとする前の段階を処罰するわけですが、これは、10年の半分で5年という形になっています。この隣にちょうど半分になった数字が書いてあるのがありますが、ここは正確に言うとですね、公務員が持っているものを公務員と契約関係にある会社が持っていて、それを漏らした時に半分になるとかですね、国家公務あの国会議員も半分になることになっています。国会議員は10年の刑じゃなくて5年の刑になるという、ちょっとよくわからないんですけれども、秘密を直接任されている人と間接の人で、ちょっと刑罰を変えているということです。から共謀罪、これは説明しておいた方がいいと思いますが、その琉球新報の記者がですね、その米軍基地の中でこういう秘密があるということを、嗅ぎつけたということで、米倉記者とその A 記者の2人がですね、取材をかけようということを夜どこかの酒場で話し合っていた。それを聞きつけたですね、そこの酒場の主人が警察に通報した。ちょっと逮捕ですね。皆さん、へえって、そんなバカなっていう顔されていますが、共謀罪っていうのはですね、何もまだ始める前で逮捕できるんです。秘密を取得しようということを決めただけで共謀は成立です。そういう秘密が あることが一応前提ですけどね、そういう秘密があることが前提で、それをより正確に言うと、何らかの強制的な行為というものを、それをやることを、辞さず、とにかく取得するという固い決意を固めて合意したら、それで共謀罪です。で、この後ですね、この裁判でどんなことが起きるか、ちょっと、せっかくなので、ここでもう話し合いましょうか。特定取得行為の共謀罪で捕まった記者の弁護をですね、もし弁護士が引き受けたとしますね、これが非常に僕は悩ましい状態になると思います。逮捕された記者のところに面会に行った。で、あなた何をしようとしたんですか。いや、こういう秘密があるらしいと聞いたんで、それを同僚の記者と一緒に取材をかけようというふうに話し合っていたんです。そしたら逮捕者にされちゃいました。その秘密はご覧になったんですか。いや、まだとてもそこまで行ってません。だけどそういうものがあるなら、公務員を一生懸命取得しててでも取ろうという話をしました。こういう話でしょうね。で、そういう秘密があるかどうかどう思いますか。いや、それは今これからまだ取材中だったんで分かりません。それで逮捕されちゃうんですか。それで逮捕されちゃうんですね。で、本当にそういう秘密があるかどうかということそのものが一つ裁判の大きな前提になるでしょうし、
でそういう秘密その行為自身が、まあ、例えばですね、米軍の中にその、沖縄の米軍の中に核兵器が今も備蓄されていたと、いや一応ないことになってるけれどもそれが備蓄されていたと、そうなるとこれは日本 の, あの国内的に言うと非核三原則違反ということになるんですけどね、そういう事実を暴こうとするのは記者としてはある意味当然だろうと思うんですけれども、そういう事実があった、それは暴こうとする行為は正当だというふうに弁護士としては言いたくなると思います。現実にそういう情報が、弁護活動の成果としてですね裁判所から開示されてきた、国がようやく思い越しを見てその秘密を開示してきた、そうするとその秘密を握りしめて弁護士はですね法判定で こんなことが隠されていた、政府は違法な行為をしていたんだと、それを暴いたその米倉記者は英雄だというようなこういうそういう弁護をしたくなりますね、そうするとその弁護士ももうアウトですね。まあ、こういうことがね、現実に起きるのではないかということが僕が秘密保護法弁護団を作る必要があるなというふうに思った最大の原因です、要するによっぽどよく考えておかない、事前に考えておかないといけないということなんですね、必要以上に萎縮してもいけないけれども、どういうことができるのか、どういうことをしたら危険性があるのか、でそういう危険が起きないようにするためにどういう制度的な仕組みを作っておく必要があるのか、まあ、そういうことを、まあ、全部事前に考えておく必要があるなというふうに思っています。ありがとうございます。要するにですね、まあなんとなくね皆さんこの弁護士はちょっとその、考えすぎなんじゃないのっていうような顔されてる方が少しおられますけどもそうじゃないんですよ。その戦前に治安維持法という法律がありました。で治安維持法はですね最初にできた時は懲役10年だったんですね。1924年にできた時は懲役10年でした。ところがわずか3年後の1928年には、死刑まで法定刑にできて、そして目的遂行罪というものが作られました。その、治安維持そのあるその秘密結社というかですねその、まあ治安を害するような団体、それを作る行為とかその活動する行為だけじゃなくてその目的に資するようなことをすることも全て治安維持法に違反したというふうに見なされるという、そういう規定がついたわけですね。でこの目的遂行罪が猛威を振るって結果的にですね治安維持法違反の被告人の弁護をしている弁護士が治安維持法違反になったケースがあります。これが、もう非常に著名な布施達治さんというですね、私の心から尊敬する弁護士ですけれども、彼はその別に共産主義者ではなかったし、その弁護士としてだけどその戦争に反対して日本共産党がやっているその活動そのものについてですねこれは何も間違ったことをしていないと、これを治安維持法で処罰すること自身が根本的に間違ってるんだと、まあ、こういう弁護をしたわけですね。その弁護そのものが治安維持法上の、治安維持のその、目的遂行罪ということにされてしまった。当時治安維持法違反の、 弁護をした弁護士が全員逮捕されたわけではないんですね。たくさんの弁護士が弁護したけれどもやられたのは布施達治さんだけです。確かに他の弁護士はどうだったのかっていうとですね、よくわかりませんけども、まあ、おそらく、この被告人は、一時の気の迷いで変な反体制運動に走りましたけれども、真の日本国民に生まれ変わってですねお国のために奉公しますと言ってるからどうぞ情状酌量をって、こういう弁護はできると思うんですよ。それも弁護だね。で大半の被告人は当時は思想転向したわけです。まあ、検察官警察官によって思想転向されてるから、まあ、弁護士が思想転向させた例はないと思いますけれども、まあ、弁護士としてはこの人はちゃんと、まあ、人間に戻ってますから大丈夫ですっていうようなことを言ってる限りは大丈夫、まあ、秘密保護法違反の弁護だってですね2通りあるだろうと思うんです。おそらくこの漏らしたこと自身が正当だっていうねその弁護活動といや
その、まあ、そういう間違ってというかですね、やったけれどももう反省していますからっていうそう両方あると思うんです、まあ、政界人さんなんかはですね、まあ、もう二度とやらないと言ってますから、この人はどうぞご勘弁をっていうふうにやってあげるのか、それともいやこんなことは隠す方国の方が悪いんで、それをちゃんと明らかにできない秘密保護法がいけんなってこうやりたいですよね。そしてその秘密保護法の違憲の法律によってこういう秘密を暴こうとしたら新聞記者の方が正当なんだと、まあ、そういう弁護をしようとすると、でそしてその中そういう弁護をしようとすればするほどですね、弁護士も秘密の内容に触れざるを得なくなっていくわけですね。秘密の内容に即して弁護しなくちゃいけないんだ。現実に西山さん の事件の弁護は、まあ、大野正雄先生という後に最高裁の判事にまでなられた著名の弁護士が中心になっておられたんですけれども、大野先生と僕が話お須高山の事件を一緒に担当したことがあるので、あの事件の弁護のことについてお話ししたことがありますけれども、やっぱり秘密の中身そのものについてですね、触れて弁論するか どうかということについてはかなり気を使ったというかですね、でも当時すでにあのケースの場合は西山さん自身が秘密の内容を知っていましたし、そして秘密の内容が一部報道されていたわけですね、公になっている、まあ、そういう状態のもので、ですから、まあ、その報道されている中身を元にして、やるという、その弁護するというようなことができたわけです。だけどもこの秘密保護法違反の共謀罪で捕まってですね、秘密の内容がまだわからないような事件の弁護で秘密の中身をどういうふうに議論していくのかといったことが今後非常に重大な問題になるというふうに思います。ちょっと後で話そうと思っていたことをちょっと今日に乗ってきたので話してしまいました。それで、まあ、この法律の重大部分は早期処罰と厳罰化というのが法案の鍵で、懲役10年、そしてこれが将来的な死刑もできかねないという話をさっき話したところです。それで、まあ、ある北大生の次男の話をしましょう。この上田誠一さんが書いてくださったこの本、まあ、本当に僕はいい本だと思いますけれども、宮沢博之さんというですね、この方はまあ本当ナショナリストだったと思いますけれども、しかし、国際的な視野を持ち、そして外国人の教師の方とも非常に親しく付き合っていた、そういう優位な青年だったわけですね。で彼が、旅行好きで、旅行先であるカラフトや根室に行った時の話などを外国人の単なる英語教師で、彼はスパイでも何でもなかったんですが、そういう人と話をしていたということが、秘密の漏洩というふうにされてしまった。根室のでも海軍飛行場があったということがまあ一つ問題になっているんですが、これはリンドバーグが着陸したところとして世界中に報道されていた事実なんですね。そういうことが、秘密というふうにされてしまったということです。で宮沢さん自身は逆さづりの拷問を受けたということで、そして懲役15年の刑を受けて、敗戦直後に釈放にはなるんですが、拷問と、そして網走の刑務所で寒かったということもあるんでしょうが、まあ、結核を患って2年後には1年少しですね、で、亡くなられたということです。ちょっとこの写真をご覧ください。これはですね、毎日新聞社、先ほどから毎日新聞が出てきますが、毎日新聞社に保管されていた戦争中の写真、戦争直前の写真、1941年の春頃の写真だそうです。要するにスパイ防止法、軍機保護法 を、まあ、PR するためにですね、こういう看板が街に立ち並んでいた。なんとなく僕この看板を見てですね、非常にモダンだなという感じがする。戦前と思えない、なんとなくドイツ象徴主義ぐらいのなんか絵画みたいな感じもしますけれども、こんな綺麗な写真が残ってるっていうこと自身に、まあ、すごく感動しますけれども、ちょっと本の宣伝しますと、この本現場のこの本のために買いました。秘密法で戦争準備現場通信、後ろで今販売しております。それでもう一つ、昭和東南海地震というものが発生します。
昭和東南海地震1944年の12月に発生するんですけれども、約1000人の死者が出たという、まあ、大変痛ましい災害だったわけなんですが、この当時ですね、日本は戦争中で軍事工場の被害状況は軍事機密だということで、報道するなというふうに、したそうです。でこの本の中のちょっとその当時のことを引用したんですが、当時学徒動員されて半田市というところの中島飛行機の工場で働いていたある少女はですね、同世代の友人が崩れ落ちてきた屋根の下敷きとなって死亡するのを目撃し、自身も死にかけたが、そうした出来事、被害状況を決して人に話さないように、話すことはスパイ行為に等しいというふうに教師から指示された。まあ、これは後にテレビ番組でですね、テレビカメラの前で喋られた内容なんですけれども、まあ、なんて馬鹿げたというふうに今にして皆さん思われるかもしれませんが、地震が起きたことそのものすらですね、秘密にするというような盗作した状態になっていったということがわかります。オスプレイも話したんですけど、ちょっと時間を省略してペンタゴンの話に入っていきます。ペンタゴンペーパーズ事件というのもですね、私この秘密保護法の講演始めた当初からこういうレポートがあるということは知ってたんですけれども、まあ、何度も講演するのにちゃんと中身を読まないで話をするのも申し訳ないなと思ってですね、ペンタゴンペーパーズのことについて、ニューヨークタイムズが発刊している、1000ページぐらいの本があるんですね。で日本語にちゃんと翻訳されてます。1970年代にサイマル出版会というところから出てるんですけれども、これを読んでみるとですね、ここにはベトナム戦争に勝利することが困難で、戦争を続ければ、大変な犠牲が生ずることは避けがたいと、まあ、こんなふうにまとめられている文献が多いんですけれども、より決定的だったと思われるのはですね、アメリカが北ベトナムに宣戦布告するにあたってですね、決定的なポイントになったのはトンキン湾事件という事件だったんですね。トンキン湾事件っていうのは2回起きてるんですけれども、まあ、1回目はいろんなちょっと偶発的な要素があって、北ベトナム側がその魚雷を発射したということはその北ベトナム側も認めてるようなんですが、その直後にですね、もう1回起きていて、それも北ベトナム側がやって2回続けてやって、とても許しがたいっていうんで議会で宣戦布告が議決されて戦争が拡大していくんです。ところがですね、北ベトナム側は2回目は違うという言ってたんですけれども、このペンタゴンペーパーによるとですね、2回目はアメリカ軍の自作自演、捏造なんです。自分たちで2回目の事件を起こして、そして戦争に突入していくということをやっていたということがはっきり書かれてるんですね。これね、これもおそらくですね、そのさっきの 15.7 メートルの津波と一緒でですね、アメリカ人で当時の人でもほとんどの人はまだ知らないかもしれませんね。でもまあこの時期にニューヨークタイムズ、この次に出てきますけど、このニューヨークタイムズの1回目の報道からもその話が出てるんです。実際にだから戦争を始めるにあたっての政府の嘘だったんです。戦争を始めるにあたって政府の側が重大な嘘をついていたということ、これがはっきりして、でもまあちょっと僕はアメリカという国についてアンビバレントなことを申し上げるとですね、このレポートそのものが当時ベトナム戦争を遂行していたマクルナマラさんという国防長官がですね、自らベトナム戦争の大義に非常に深刻な疑問を持ちですね、そしてこの戦争の寄ってきたるところを全て調べ上げてレポートに作れっていうふうに部下に命ずるんですよ。それに応じてまた部下たちはですね、このベトナム戦争に関するあらゆる情報を調べ上げてレポートを作って、その中にそういうことを全部書いたっていう、まあ、そんなレポートができたことそのものが、まあ、画期的というか驚くべきことですけれども、でもそれが秘密にされていたんですね。それをだけども、こんな重要な事実、こんな決定的な事実についてやっぱり市民に知らせる必要があるっていう、まあ、これが、イルズバーグさんっていう情報分析官ですけれども、彼が、このレポートのコピーをですね、まあ、
軍の外に運び出して、そしてこれをニューヨークタイムズのニール・シー社という人に渡して、これを報道してくれというふうにやるわけです。で、だけども、現実にですね、エルツバーグさんがやったことは、これ国家秘密漏洩であることは明らかなわけですよね。ちょっとこれ、まず、その、ニクソン大統領対ニューヨークタイムズという事件が最初に起きます。この新聞の報道を差し止めようとするわけですね。大統領自身が。しかしこれは失敗します。もう1ヶ月以内に判決が確定して報道が続けられるってことになるんですが、自由で拘束されない新聞のみが政府の欺瞞を効果的に暴くことができる。そして自由な新聞の応責任の施行の義務は政府が国民を欺き、国民を遠い国々に送り込んで異教の悪役、異国の銃弾に倒れるのを防ぐことである。これが最高裁の、ね、裁判官の意見ですよ。こんな判決が出てたんだね。これ自身が、まあ、画期的といえば画期的なんですけれども、何が言いたいかというと、その報道対政府という関係ではこれでその報道側の勝利が確定した。しかしその後があったんです。エルツバーグさんはスパイ法違反で起訴されるんです。ニューヨークタイムズは起訴されませんでしたよ。だけども、秘密を漏らした公務員であるエルツバーグさんの方は、合計刑期115年に達する重罪起訴を受けてですね、しかし、その裁判闘争を戦っていくわけです。そして最終的にこの場合ですね、連邦裁判所はどういう判断をしたかというと、有罪か無罪かという判断はしなかった。これ有罪か無罪かってことで言えば、ね、有罪になるしかないんですよ。政府の最高秘密を漏らしてるわけだから。しかしその、当時ですね、まだツバネ原則みたいな考え方がないわけですね。政府がこういう違法な行為を隠していて、それを秘密を漏らした時に処罰してはならないとか、そういう考え方がないですから、そういう状況の中で、しかし同じような結果になる判断、政府の側がこの捜査の過程でカルテを窃盗したり、令状なしで盗聴を繰り返したりですね、違法な捜査の限りを尽くしているの。したがって政府 その手がもう汚れてしまっているので、政府にはエルツバーグ氏を有罪にする資格がないという、こういう、まあ、起訴却下って言うんですけどね、日本的に言うと控訴棄却でしょうか、まあ、そういう判決が、出ているということです。それで、それから数十年が経過しまして、今のアメリカがどうかという話でちょっと暗い話になっていますが、最近ウィキリークスというですね、ネットを使ったその政府の秘密を暴く、そういう活動をやっている方々がいて、ブラッドレー・マニングさんという兵士がウィキリークスに情報を提供して、まあ、日本 のデータもかなり出てきましたけれども、大変な政府の情報が公表されました。しかしこれはですね、先ほど のエルツバーグさんのような形にはならなくて、去年の8月、マニング上等兵は軍事法廷で裁かれて懲役35年の刑に処せられるという形になっています。で、この今回のね、秘密保護法っていうのはアメリカと同等の刑罰で取り締まれって言われてるんですよ。だから僕が先ほど言ったように10年で済まなくてですね、ほっとくと死刑まで行っちゃうんじゃないかっていうのも、この辺を見ていただくとですね、ありえない話ではないというところを分かっていただけるのではないかと思います。で、まあ、何度もたくさんの方が言われてますが、このなぜこの秘密保全法制が提案されているのかということについて、すでに政府自身が隠していませんが、これはアメリカと情報を共有するためなんだと。2007年に日米で結んだ軍事情報包括保護協定、これに基づいて情報を提供してもらう、日米で共同開発するその兵器に関する情報とかですね、日米で共同で作戦を行う時の そういう作戦行動、こういった情報を提供してもらうためなんだというふうに言っているわけです。まあ、もう武器輸出三原則、これの見直しでもう毎日のように新聞に出ておりますけれども、これは武器の共同開発を認めるためだと思うんですけれども、秘密保全法制というのは国家安全保障会議、これがまあ戦争政策 の推進母体という形になって、まあ、もともとの戦前でいうと大本営に当たるものだと思うんですが、そういうものを作る。そして秘密保全法制というのは、まあ
その国家が秘密のうちに戦争できるような準備を進めていく、ないしは国民を監視できる、そういう装置を作るということだと思います。そして外国政府との情報を共有できるという規定が法案の中にですね、はっきり書かれている。スパイ防止というふうに言ってるんだけれども、外国、ここではだから外国っていうのは2種類あるわけですね。情報を共有できる外国と、そこに漏らしたらその原発に処す外国とはっきり分けてると。まあ、こういうその世界中の国々を敵と味方にはっきり分けるようなことが法律上で出てきているということが、非常にやっぱりこの法律制度が戦争準備につながっているということに言えるのではないかと思います。宇宙開発についても2012年のですね、JAXA の設置法で平和目的というものが削除されてしまっています。宇宙開発がですね、平和利用でなくなるというのはどういうことかというと、人工衛星が核弾頭を積んだミサイルになるということです。核弾頭を飛んだミサイルとその人工衛星というのは飛ばす技術は全く同じです。今までですね、皆さん日本が人工衛星飛ばしててですね、北朝鮮が核ミサイルを飛ばして人工衛星の実験だったとか言って嘘ばっかりとか言ってたかもしれませんけれども、これから日本もですね、ミサイルを飛ばしているのか人工衛星を飛ばしているのかですね、それははっきりしなくなってきているというかですね、宇宙開発自身がもう秘密、平和目的に限る必要はなくなってしまっている、武器輸出も解禁された、そして宇宙開発も平和目的に限定されなくなっている、次に残っているのはもうその核兵器を持たないという原則だけですね、そういう状態になっていると思います。すいません、何個までやってるんでしたっけ。35時まだ40分です。嬉しいなって感じです。ちょっとじゃあ、次にですね、核密約、沖縄密約の話をしたいと思います。西山さんが一生懸命明らかにしてくださったことですけれども、この沖縄の密約の問題というのは全貌が明らかになるまでに30年以上かかりました。で、いろんな密約があるんですけれども、政府の財政支出に関する秘密の部分が、西山さんが一生懸命明らかにしようとしたことで、それ以外に核密約という、極めて重要な密約がもう一つ隠れていたんですね。で、核抜き本土並みっていうのは皆さん耳にタコができるぐらい当時聞いたと思うんですが、これは完全に嘘だったということが今にしてもはっきりしてきているということなんですが、この日米の核密約のことについてですね、具体的に、このどういう交渉の結果この密約ができたのかということを書いた本があります。皆さんこれ読んだことありますか。多作中西を神前と干すっていうこの本ですね、私は正直なのでここあることは知ってましたけれども、これも秘密保護法が僕は成立してから読みました。ちゃんと読まなきゃと思ってですね、読んでみたんですけれども、まさにこれ驚くべき本ですよ。驚くべき本というのはいろんな意味で驚くべき本ですけれども、要するに佐藤栄作さんのですね、密使となってヘンリー・キッシンジャーとの間でその密約の内容を詰めていった人がですね、自分の行った全ての人との会談内容、その秘密をまとめていくにあたっての会談内容、実名で、そして自分のメモに従って全て忠実にその記録して、そしてこれは事実以外一切書いてないっていうのが宣誓書みたいなのが一番最初にそのサイン入りでついていてですね、でこの人はもうこの本書き上げてですね、沖縄のその、沖縄戦のその亡くなられた方の慰霊碑の前でその毒薬を服薬して自殺しちゃってるんですよね。そういう、ちょっと驚くべき本だというふうに思います。おそらくだからここに書かれていることは本当じゃないかなというふうに思うんですけれども、でもう一つですね、驚いたことがあります。今日この後秘密保護法の廃止運動の話もしようと思ったんですが、この廃止運動の一環でですね、アメリカの安全保障の専門家のモートン・ハルペリンさんという方をお呼びすることが決まってですね、今年の5月10日に、この方を呼んで講演会やろうと思ってるんですね。でこの人は、なんで僕らの目に留まったかというと、
この 法律案が審議されている途中にですね、ツワネ原則を作ったそのオープンソサエティというですね、財団の上級研究員ということで、マスメディアの前で話してですね、これはその世界的な安全保障法のレベルから照らしてですね、21世紀にできた法律の中で最悪のものだというようなことを言ってくれた人なんです。共同通信とかですね、ジャパンタイムなんかにそういう記事がバンバン載ったんですね。それで僕らとしてはすごく関心を持って、よくよく経歴を調べてみると、彼はですね、NSC の委員もやっていたんですが、20代その沖縄のこの密約が議論されている頃に、ホワイトハウスの中で20代で働いてるんです。そしてヘンリー・キッシンジャーの腹心の部下なんですよ。それでこの本を書いているですね、若泉圭っていう人とですね、もう親友なの。もう、彼のことを圭って言ってですね、そのモートになってモートって言ってファーストネームで呼び合うようなですね、そういう関係で、ちょっとだけ読んでみましょうか。最初にですね、その一番最初にですね、その彼が、ヘンリー・キッシンジャーにその会いたいと、そしてその沖縄返還について、そのニクソン大統領とその佐藤栄作の間に、ホットラインを引きたいってそういうその申し入れをするシーンがあるんですね。それの直前にとにかく会わなければいけませんよね。で1対1でキッシンジャーに会いたいと電話するのがモートン・ハルペリーさんなんです。で分かったと、ちょっと待てっつって、でしばらく経ったらですね、その階段がセットできた、だからアメリカに来いっつって行くんですよ。でそして彼はその何て言うんでしょうかね、ホワイトハウスの中で、若泉さんがキッシンジャーの部屋に入るところまで見送って入り口のところで別れるわけ。しかしその階段で何の話をしたかは親友であるモートン・ハルペリーにも言わなかったっていうのが書いてあります。そんな今回ですね、そのモートン・ハルペリーさんが日本に来てくださるということは、そういう意味では現在 そのアメリカの安全保障、そしてそれに関する情報がどういうふうに、扱われていて、どうして彼がこの日本の秘密保護が世界最悪だっていうふうに言ったのかですね、要するに第三者機関といったものがないし、どういうアメリカの法律制度の中でもですね、政府の違法な行為を隠してはいけないということはちゃんと書いてあるんですよね。そういったこととの関連で言われているんだと思いますが、そこをきちっと話してもらえるんではないかということが一つ大きな獲得目標なんですが、もう一つですね、この核密約がどういう形で作られていったのか、今生き残っている方の中でですね、一番その、この状況に肉薄していた人で、そして、こういう本の中にも実名入りで何度も登場してくる方が来るということで、本当は沖縄にも行っていただいたらいいんじゃないかなという気はしますけれども、そういう人でもあるということをお話ししておきたいと思います。で、簡単にそのまとめるとですね、この沖縄密約、核密約を含めた沖縄密約を明らかにしていく過程というのを考えてみると、日本とアメリカのいろんな法律制度の違いというのは非常によくわかります。西山さん自身が、罪に問われてですね、そして、密使だった若泉さんは、日本ではもう本は書いたけれども、その自ら自決するしかなかったというかですね、そういう形でしか事実を明らかにすることができなかったわけです。でそのアメリカではですね、しかしもうすでに状況は全部公開されていて、公文書館で、日本から行った研究者、我部先生のような方が情報を発掘することもできるし、おそらくそのもうこういう状況ですから、この経過についてですね、当時関わった人も自由に話せる状態になっているというふうに思います。そういう意味でその
外交に関する情報を一定期間、秘密にするという制度が必要だとしても、まあ、せいぜい、まあ、10年か20年秘密にしていればですね、その後それを明らかにするっていう形にすれば、歴史の中で、佐藤栄作さんが、まあ、誤ってああいう密約を結んだと、しかしそのことをまた前提にしてそれをどう修正していくかということをそれから話し合っていくということが可能だったはずなわけですよね。そういう意味で日本はですね、政府の過ちも全て機密のままでですね、何があったのか、まあ、ようやく民主党政権の時に、一生懸命岡田さんが調査してですね、そういう密約があったことだけは認めましたけれども、密約文書そのものがもうなくなってるというね、これも恐ろしい話ですけれども、大統領と首相が結んだ密約自身がですね、日本の公文書としてなくなってるなんてもう恥ずかしくて死にたいぐらいひどい話ですけれども、まあ、そういうアメリカの情報公開制度、その公文書管理制度がなければこういう事柄そのものが歴史の闇に葬られていたかもしれないというですね、恐ろしい事態になっているということが、分かるのではないかと思います。まあ、いずれにしても外交秘密についても即時に公開できなくても最終的には市民が分かるようにしていく、そういう制度というものが絶対必要だろうというふうに思います。それからですね、次に公安警察の話をしたいと思います。公安警察、皆さんも集会やデモに行かれると一生懸命お耳にイヤホンを差し込んで一生懸命メモを取っている人によく会われると思うんですが、方々が公安警察官なわけですけれども、公安警察の任務というのはこれまでですね、共産党や審査役、右翼、オウム真理教などの反体制的な組織を取り締まりの対象とするというふうに言われてきました。組織の中もそういうふうに、公安一課は何をやる、公安二課は何をやると、こういうふうに決まってるわけですね。ところがですね、反体制テロのようなものの鎮静化とともに、労働組合や市民活動に対するスパイ活動をしていたといったことが明らかになって、そんな暇なことやってくれるんだったらもう公安警察なんていらないんじゃないかというようなことも言われたりしてました。オウム真理教の地下鉄サリン事件が起き、アメリカの同時多発テロが起きてですね、今やそのテロ対策、外国人イスラムテロの対策などということが、この公安警察の重要な業務となってきているというのが最近までの実情じゃなかったかと思うんですが、原子力に関する問題については、常にテロ対策だということでいろんなことが秘密にされてきた。文字や再処理なんかは特にそうです。耐震設計に関するようなものも秘密にされてきたことがあります。先ほども言ったようにメルトダウンの事実やスピーディーの情報、汚染水が漏れ出ていることとかですね、もう一つだけちょっと付け加えると、東京消防庁がですね、注水のために欲しいと言った原発の内部の図面も、テロ対策を理由に教えられなかったというような、そういうことも報じられています。で、基本的にですね、ちょっとご省略しましょう。公安警察というのはこれから僕はその性格を変えるのではないかと思います。その反体制団体を取り締まるということではなくて、それもやるんでしょうが、秘密保護法を所管して秘密の漏洩を行おうとする公務員がいないかどうか、秘密に接近してくるジャーナリストがいないかどうか、秘密に接近しようとする、反基地活動家や反原発活動家がいないかどうか、こういうことがですね、公安警察の公の業務になっていくだと。大手を振ってそういうことをやれるようになる。で、思い返してみると戦前の特攻警察というのは治安維持法と軍紀保護法の、を二大法規としていたわけですね。そういう意味でその軍紀保護法に代わるその武器、公安警察の武器として秘密保護法を手にした。したがって彼らのテロ対策、スパイ防止に関わる情報を特定秘密に指定する。そして公安警察のオペレーション自身が特定秘密になったということなんです。そういうふうに考えると分かりやすいです。で、ちょっとそのスノーデン事件の話をしたいと思いますが、アメリカの NSA 国家安全保障庁の契約社員のですね、スノーデンさんという方が、アメリカ政府がですね、プリズムというシステムを使って、世界中のネットの情報を傍受していたということを暴露しました。
大手 IT 企業9社からのそのデータを網羅的に収集していた。このちょっと9社を明らかにしますと、マイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェイスブック、AOL、スカイプ、YouTube、Apple、パルト、使ってない人いないでしょう。こういうもところを利用していると、その全て NSA に筒抜けになっているということです。それで、NSA はですね、その世界20カ国で50件余りに上るテロをこういう情報の収集によって阻止したというふうに、言っております。まあ、一応向こうの言い分です。まあ、具体的にですね、まあ、彼自身、まあ、あのスノーデン氏は市民のプライバシーを守ったヒーローなのか、それともアメリカのテロ対策に大打撃を与えた国家の敵なのかということが非常に大きな争点になっているわけですけれども、具体的にですね、アメリカ政府がやっていたことは、そのメールの、その履歴、誰から誰にメールが送られたかというだけではなくて、メールの、その内容ですね、コンテンツの部分も読めるようになっていた。それから、まあ、アメリカ人同士の国内通信の盗聴は違法だというのが今のところアメリカの、公式的な立場なんですが、海外の人との通信は全て傍受しても構わないと、それは憲法、アメリカの憲法の保障の対象外だというふうに彼らは考えています。それから暗号が破られていたと、これは僕は非常に驚いた情報で、暗号をかけておけば安全だというふうに私も思っていたんですが、その NSA は暗号を解読する鍵を持っていた。その暗号を開発する業者はですね、全部鍵を NSA に渡さなければいけない。まあ、そういうことになっていたんです。本当なんですよ。それからですね、スノーデンさん その運命は明日の日本国民の運命だ。まあ、簡単に言うとですね、彼自身は今ロシアで亡命生活を送っているわけですが、今のところ自由の身なわけですね。もう国際社会の中でこれからどうなっていくのか分かりませんが、政府に都合の悪い情報、まあ、アメリカ政府が世界中の、ネットを監視していた。もうひどい話はメルケル首相の携帯電話を盗聴していたとかね、フランス大統領 の電話も盗聴していたらしいですが、日本の首相の電話は盗聴されてなかったんでしょうかね。これね、非常に不思議なのは、盗聴していたに決まってるんですよ。だけど絶対にそのことが明らかにならないでしょ。だから日本政府自身が調べろと、それについて どうなってたのか言えとも言わないから、言わないままになってるわけです。そういう、まあ、本当に、まあ、属国というのはここまでひどいなっていう感じですけれども、せめてドイツやフランス並みにですね、やっぱりその自分のところ その首相の携帯電話盗聴されていたのかどうか、されていたとしたらそれはもう絶対するなと。最近はブラジル政府がすごいですね。ブラジルもやられてたんですけれども、ブラジル政府はそのなんか 次の その軍用機をボーイングから買うことにしていたのを取りやめてですね、なんかスウェーデン製に変えたっていう、それはこの抗議、この盗聴に対する抗議だそうですよ。まあ、そういうことが起きているということです。で、今日ツアネ原則の話をしてくださいということを言われておりまして、ちょっとこのお話をしたいと思います。ツアネ原則、2013年の6月に、南アフリカのツアネで公表されたものです。国際人権規約、自由権規約の19条、ヨーロッパ人権規約10条を、まあ、具体化したものと言えると思います。で、作ったのはオープンソサエティという、まあまあ、モートン・ハルペリンさんもここで働いているようですが、そういう、ジョージ・ソロスさんというですね、大富豪がお金を出している。でこのことを紹介してくださったのは、国立国会図書館のこの、ニュースブリーフ、イシューブリーフというものの中で、去年の10月31日、これを僕が11月2日か3日に読んで、それで電気に打たれたようにですね、これはツアネ原則が重要だと思って、まあ、騒ぎ始めたんですけれども、かろうじて間に合ったというかですね、もっと遅れてたらということを考えると恐ろしいくなってしまいます。で具体的にもうだいぶ今日お話ししてしまいましたが、秘密がちゃんと指定されていることの証明責任は政府の側にあるということ、これが法案にはないということですね。それから政府の法律違反の事実を秘密にしてはいけない、これもさっきちゃんとご説明しました。
何を秘密にしてならないかということが法案には全く書かれていません。アメリカの場合は書かれていると、この話もさっきしました。それから秘密の指定はある程度の期限を設けなければいけない、外交秘密のところでさっきお話ししました。それから秘密保護法にはまあ一応60年ですよね、30年の経過の時にやむを得ないものであることについて承認を得るということだったんですが、さらにですね、60年経っても7つの例外があるという、そういう恐ろしい制度に修正されてしまいました。それから秘密の解除請求の手続きを明確に定めるべきだと、こういう制度が今の法律にありません。それから公開の裁判手続きで秘密の内容をきちんと議論できることを保障しなければいけない、これもさっきお話ししましたね、その秘密の中身に触れて弁護士が弁論できるということはいかに大切かということです。法案には秘密法違反を裁く法廷で秘密を公開審理するため の, その保障規定というものが欠けている、まあ、だから弁護士はまあその恐ろしいなというふうに思っているわけです、まあ、恐ろしいからといって我々はひるまないで逮捕されても頑張ってまあ、弁護しますけれども、でもとにかくこの法律制度には根本的欠陥があるということです。それから安全保障部門には全ての情報にアクセスできる監視機関が設置されているべきであるということです。で、内部告発者の告発は法的に保護されて報告されてはならないということです。そして、法案には内部告発者の保護、といったことについての、規定が全くありません。これも恐ろしいことです。それから情報漏洩した者に対する訴追は情報を明らかにしたことの公益と比べて重大な損害を引き起こす場合に限って許される。これは公務員の場合ですね、外部の人じゃなくて公務員であっても、情報を明らかにすることの公益が大きければ処罰するべきでない。これはですね、実はヨーロッパ人権裁判所というところでこういうことを判事している判決がいっぱいあるんですね、各国の国の最高裁では負けていても、ヨーロッパの場合はその上にヨーロッパ人権裁判所という、まあ、第4審があるんですけれども、そこでジャーナリストは無罪放免してもらえることがかなりある、まあ、ヨーロッパはそういう制度になっています。今言ったことですね。で、ジャーナリストや市民活動家は処罰してはいけないと、そしてジャーナリストに情報源の開示を求めてはいけないといったことが残念原則にははっきり書かれています。で、法律は公務員でないものを全面的に処罰の対象としていると、ここが違うところです。で、そして、まあ、修正案によって法律の危険性は全然払拭できていないということです。まあ、津山原則のことは、まあ、ちょっとこれぐらいにいたしまして、実はですね、津山原則作ったモートン・ハルペリンさんだけじゃなくて、国連の特別報告者の方もですね、かなり発言してくださっていて、この方も呼びたいなと思っているんですけれども、ちょっと今のところ同じ日程では呼びできなくて、まあ、秋以降のお楽しみということになったろうと思います。で、そろそろこの、廃止運動の話をしてちょっと終わりにしていきたいと思いますが、これ12月6日の時の写真です。ちょっと皆さん思い出していただきたいと思いますが、本当すごかったですねということです。こんな感じだったんですね。3分間だけ喋らせてもらった時の写真です。法律可決の時からこの秘密保護法の廃止運動が始まったわけですが、あの時ですね、僕はバーナムの森は動いたっていうメールをなんかいろんなところに送ったんですけれども、先日ですね、秘密保護法の講演会に行って先生のあのメール読んだんですけど、バーナムの森って何か未だに分からなくて謎なんですけどとか言われたので、一応説明しておきますと、これはですね、マクベスというシェイクスピアのマクベスにですね、独裁者のマクベスがその魔法使いのおばあさんからですね、その権力が続くだろうかというふうに尋ねると、その魔法使いのおばあさんがですね、バーナムの森が動かない限り大丈夫よっていうふうに言うんですよ、ね、でところが、ね、実際にその反乱軍が攻めてくるときに、反乱軍はその森に紛争してくるわけね、その危機をその手に持ちながらこういうふうに近づいてくるわけです。でそれで森が動いているように見えるわけです。でそれを見てですね、マクベスは驚愕して、もうダメだっていうんだろうね。だから、まあ、これは要するにバーナムの森が動いて安倍首相はもう驚愕してですね、もう俺はもうダメだっていうふうに思うようになれっていう、そういう、まあ、呪いをかけて言ったことここまで説明しちゃうとなかなか分かっていただけない内容なんで、お話ししております。
それで、新聞老連とかですね、平和フォーラムさんとかいろいろ憲法会議とかいろんなところの方々と一緒に、この秘密保護法廃止実行委員会ができておりまして、廃止まで活動していくということ、僕はこれ11月21日に1日だけ一緒に集会やろうということで集まったメンバーがですね、未だに法律廃止まで一緒に戦おうというところまでですね来たと、これ自身がねすごいことだなと思います。はっきり言ってですね、政治傾向がかなり違うんですよね、どんな参加してる団体がね、それがでも仲良く、最初から仲悪かったわけじゃありませんが、やるたびに仲良し苦心になっていっていてですね、やれるようになってきたということは本当にいいことだと思っております。で、第三者機関の話をしてあと5分ぐらいで終わりにしたいと思いますが、情報保全諮問会議というのはですね、渡辺恒夫さんが座長をやられているんですけれども、他の機関は全部官僚だけの構成になっています。ちょっとこれだけ見ていただいて、情報保全諮問会議というのができています。ここは一応第三者なんですけれども、これはですね諮問会議ですから、どういう基準を作るかについて、一人一人の専門家が政府に意見を述べる場なんです。ここで基準を決めるんだと僕も思い込んでたんだけど、違うんです。ここで基準を決める権限ないんです。だから意見を聞きますよってだけなんで、政府の中に3つ組織ができていますが、これはですね警察庁と防衛省と外務省の事務次官を入れてるところが保全監視委員会、審議官を入れてるところが独立公文書管理官、そして課長以上の課長副差ぐらいかな、のレベルの20数人で構成しているのは情報保全監察室。秘密を指定している役所のですね次官と審議官と課長を集めたものを第三者機関って言ってるんです。バカにしてるでしょ。これはね本当に恐ろしいことでですね、第三者機関でも何でもない、もう無事なそのものだねそういう人を第三者機関だというふうに言い張っているわけです。でこれ言い張ってる人が誰かってことが分かっていて、この人です、官邸の愛姫北村茂。この人はですね、これは僕は週刊現代 の、 大変な大ヒットだと思ってるんですが、去年の12月の週刊現代にこの人のことが詳しく報じられていますけれども、今ですね官邸の中で一番権力を持ってるのはこの人、そして安倍首相の一番お気に入りだそうです。そして彼は警察庁の警備課長の出身なんです。公安警察の最高幹部だった人です。その人が内閣の情報官をやっている。そして情報保全諮問会議の議事録っていうのを先立って出てきました。情報公開の新聞社の方がしてくださって、出てきたんですけれども、これを読むとですね、この諮問会議を仕切ってるのもこの人です。政府側で説明してるの全部北村氏さんです。そしてですね、はっきり分かったことはこの週刊現代の中に書いてあるんですが、昨年の12月の4日法案が最終的に成立する2日前ですけれども、安倍首相がですね、その内閣この情報官に対してですね、国会乗り切るためには第三者機関作るしかないと、作ってくれというふうに頼むんですよ。それに対して出てきたのはさっきの第三者機関作れって首相に命じられて、第三者機関でないもの、これを第三者機関って言っているのに出してください。それをそのまま受け入れて言う方も言う方だけどねだけどそれだけの権限があるってことですよね。首相のですね、指示を跳ねのけられる、権限を持っている人が、官邸の中に座っている。それは公安警察のトップだった人だ。これは恐ろしいですね。僕が今日話したことが絵空ほどでないってことが分かっていただけると思うんですね。そういうことが現実に起こってるってことなんです。これからですね、国家公務員法、自衛隊法も含めて、事前の保護、秘密保護法制を含めて全面的にちゃんと情報が公開できる仕組みに変えていかなければいけない。その時に津波原則というのは非常に僕は参考になると思ってます。これに基づいて一旦法律全部ご破産にしてですね、まともなものになるように議論を始めていくということが求められているんじゃないかと思います。それでですね、廃止運動の課題と展望を話します。次の選挙まで安倍政権の暴挙を忘れない、廃止法案をできるだけ多くの会派で、
まあ、少なくともですね、民主党、共産党、生活の党、社民党、この4党の共同提案にしてほしいと思ってですね、まあ、唯一の党なんかもしてくれるかもしれませんが、まあ、そういうものを出したいということで一生懸命働きかけをしています。で、最終的には政権交代でその連立政権ができないと廃止にはなりません。だけど僕はそのできるだけ多くの会派によるですね共同提案になっていれば、この人たちに投票すればこの法律廃止してもらえるんだなということがはっきり分かりますから、ね、まあ、そういうことが重要じゃないかと思います。で、請願署名が開始されている。そして、1月24日この中にも来てくださった方いるかもしれませんが、3000人で国会法案が大成功しました。で、ロックの日と言われてますが、6日の日にですね、行動を積み上げていこうということを呼びかけています。それから5月10日にモートン・ハルプニン氏の国際進歩をやることが決まりました。そして3月12日、まあ、これちょっとチラシを今日のレジュメの最後につけておきましたが、秘密保護対策弁護団、今のところ200数十人なんですが、なんとか結成日までに300人ぐらいにして、まあ、1000人っていうふうに言っちゃったんでね、なかなか集まらないんですけど、まあ、1000人を目指して頑張りたいというふうに思っております。で、これが3000人国会取り込んだ時の記念写真でございます。これ中日新聞の一面トップに載ったんですよ。中日新聞って本当にいい新聞だなと思いますけど2014年2月6日の新聞に、今日の朝日新聞にも大きく載っておりますけれども、秘密保護の弁護団一生懸命やっております。ちょっと集団的自衛権の話については時間もなくなったので、ちょうどよろしいところかと思いますので、私の話90分間どうも聞いていただいてありがとうございます。ご質問がありましたら、ね、答えます。どうもありがとうございました。大変具体的な豊かなお話をいただけたと思います。それではですね、会場の皆さんの中で、ちょっとこの点もう少しお話をしていただきたい、あるいはここはどうなってるんだというご質問があれば、海藤さん、そして米倉さん、お二人にそれぞれお話をいただけていけるかと思います。それでどちらに対するご質問かということを最初にはっきり言って お話をいただけたらと思います。ちょっとじゃあ手を挙げていただきます。はい、じゃあどうぞ。すいません、ザ・プレス・ジャパンの桜井真といつも聞かせていただきます。海藤さんと米倉さんに一人ずつ質問なんですが、海藤さんに関しては実は、今の国会で、特別委員会ですね、それが、まあ、ある議員の一言で亡くなっちゃったっていうことがあったんですけども、それについて詳しい情報があったら教えてください。で、米倉さんには、いわゆるクロスオーナーシップの問題をぜひ、新聞労令としてどのように取り組んでらっしゃるのかということと、ご自身のお考えでもいいんですが、これと、特定秘密の関係についてお話しいただければと思います。どうしましょうね、少し何ていうか、そっちからにしましょうか。はい、他にご質問があれば、はい、どうぞ、そちらに。知る権利という問題についてですが、憲法では何条にこれがはっきり書かれているんでしょうか。どちらに対するご質問ということでいいですか。海藤先生ですか。はい、はい、知る権利、はい、はい、それから。すいません、ご苦労さまです。勉強すればするほどこの秘密保護を怖いなという感じがします。どうもありがとうございます。で、私はですね、どちらかというとこの秘密保護法は怖いという言葉があります。私は使ったのは中地、沖縄出身の中地と思うんですけども、秘密保護法が怖いのはもちろん、もちろんですから、反対しなくちゃいけないと思うんですが、それかと私自身はこのことに関しては秘密保護法ができる前の段階でいろいろ引っかかりがあるんですね。どういうことかというと、先ほどもお話があったと思うんですが、沖縄返還に関わる西山事件ですね、それともろもろ、それから情報公開法ができる前 の情報公開法を何月何日に施行するよということが決まった後に、政府省庁が大量の文書を廃止したということ記事が当時の新聞に載っておりましたんですね、それもコピーして持ってるんですが、それらのこととは別にですね、ちょっとお願いがあるんです。すみません、お願いがあるんです。私自身定年退職した後ですね、ちょっと睡眠関係のトラブルがある関係で、人並みに、以前のようには人並みに新聞読んだり、本読んだり、テレビ見たりできないので、ラジオで
NHK の、ラジオで NHK の報道を聞くしかできない、やってないんで、その件でお願いしたいんですが、あの秘密保護法できる前の段階でいろいろ引っかかりがあるというのはどういうことかというとですね、例えばあのイランの核開発について、あの欧米がどういうことをやりました、欧米とあのイランの間に揉めてますなんてよくニュースでやりますが、じゃあこ の, あの広島長崎を経験した国としてですね、日本政府がどういうことをやってるかということがニュースの中で明快になっているんでしょうか。私は新聞読んでない、人の目読んでないのでね、よくわかんないんですね。その方面あのお願いします。あとそれもっとわからないんです。あのシリア、あのちょっとすいません、シリアで何百人単位の難民が出たんですけども、ご質問を明確にしてください。あのどちらに対するあの、はいはい、ご質問ということで、質問でお願いします。ご意見でお願いします。ジャーナリズムに関する質問ですから、はい、何さんでしたっけ、ごめんなさい、米倉さん、米倉さんにあの質問をぶつけようかと思うんですが、はい、あの要するにあの私は、はい、すみません、ちょっとですね、すみません、はい、あ、いいですか、あのいいですか、はい、じゃあこちら、大変いいお話ありがとうございます。米倉さんに、お聞きしたいんですけど、まあ、先ほどお話を聞いてますと、新聞漏電が大変劣化しとるなと、非常にこの言い訳が多すぎる。やはり皆さん方が本当にこの政府によって、出遅れたとか、あるいはメディアが分断されたとか、まあ、こういうようなその劣化したことがこの10年間で新聞が500万も落ちてるんですね。ますますやはり新聞が新聞離れが起きていると、まあ、いう点においてやはり新聞漏れをしっかりせよと、私はその一言を米倉さんにお願いしたいと思います。はい、分かりました。あとあのご質問の方、あ、だいぶ上がりました。はい、どうぞ後ろの方。あ、今後ろの方が行かれましたが、ちょっと待ってください。はい、どちら、米倉さんに質問ですが、数ヶ月前にあの、沖縄琉球独立論をあの非常にあの具体的に展開されたあの松島康勝さんという方の講演をあの私聞く機会があったんですが、その時にあの米倉さんがあの参加しておられて、あの米倉さんに個人的にあの琉球独立論についての米倉さんの、まあ、主権をお尋ねしました。で、あの答えは決まっているんですが、もう当然あの琉球は独立すべきであるということが米倉さんの明快なあのお答えだったわけですが、私はあのその問題はあのそのいわゆる実現可能性、アクチュアリティにあると思うんですね。あの今日の、議論 の, あの主題からだいぶ離れてしまう、あの資料圧接とは言わないけれども、そのアクチュアリティについての米倉さんの具体的な展望のようなものをあの簡単で結構ですからお答えいただければ幸いです。はい、それを。あとこちらになんか二三手が上がられました。はい。あの主催者の方に3点質問したいんです。3点。主催者の方に。1点はね、主催者の昇進状は天皇制維持存続と共和制改憲のどちらなのかということを言ってる。わかりませんか。天皇制維持と維持なのか、はい、共和制改憲のどちらなのか、はい、昇進状をお聞かせ願いたい。はい、と2点目はね、憲法は国家と人民との協約であり、国民投票で過半数の承認が必要であるのに、国民投票の過半数の承認なしに日本国憲法が合法である根拠は帝国憲法の改正、つまり欽定憲法だからです。欽定憲法で、もし日本国憲法がね、協約憲法だというのであれば、国民投票で過半数の承認を経ていない点について、あの視聴者はどう考えているのか。3点目は、天皇主権の欽定憲法を国民主権の欽定憲法に改正し、
国民主権の禁定憲法を国会主権の協定憲法に改正するという森戸達夫の二度改正論について主催者はどう考えているのか。もちろん森戸達夫は国会主権とは言ってません。まだそんなことを口にできる状況ではないですから、民主主義の憲法と言ってるんですよ。10年後に憲法制定会議を新たに招集して民主主義の憲法を作成することを公約宣言することという森戸達夫はこう主張していますからね。だからそのことについてね、出題者は森戸達夫の二度改正論についてどう考えて、以上です、お願いします。はい、はい、あとそれで、はい、じゃあ先生、ありがとうございました。回答さんに2点お願いします。秘密保護法のですね、それ自体の中にたくさんの違憲性、憲法違反の部分が含まれていると思うんですけれども、いわゆる違憲立法審査権を問うというふうな戦いというのはあり得るんでしょうか。これが1点。2点目は秘密保護法の先ほど最後でお話しあったいわゆる運用その他監査をめぐって第三者機関の問題はあるんですが、たくさんの面でまやかしがありますが、立法府が極めてこう立法府の役割をいわゆる潰されているような状況だと思うんですね。そのことに対して三権分立という、角度から国会議員の先生方っていうか国会議員の皆さんがどう受け止められているのかっていうのを、これは当事者じゃないんで分かる範囲で、方々はこの自分たちの立場の問題としてどう受け止めているのか、分かってたら教えていただきたいと。で、あとあと米倉さんに1点すいませんが、さまざまなですね、憲法を骨抜きにするような事態が今進められていると思うんですが、こういう明文改憲なしにですね、中身を変えていく事態、気がついたら改憲されてたっていうよく言われるように、ある意味クーデターとも言われたりしてるんですけれども、この、この問題をですね、今起こっている事態の問題をそういうふうな角度から新聞漏れなりマスコミがこう国民に向かって切り込んでいくっていうか、性格を、指揮していくみたい、指揮じゃないですね、性格を分析していくみたいな視点はないのだろうかというふうに思ってましたが、先ほどの話の中で非常に難しいんだなってことは分かったんですけれども、もし関連してありましたらお願いします。はい、あと、もう一方です。この方を最後にしますので、はい、1点目はお二人に、ですね、安倍首相国会中継とかたまたま見ちゃったりすると出てたりして、痛気だけの時もあるけれども、結構バタバタディフェンシブな時もあって、で、ちょっとやましいかなっていう思いもありながらやってることもあるんじゃないかと思うんですけど、その時に安倍首相に、いやいや、今日は立派でしたよとか、大変でしたねとか言って、こうなんていうか、ストロークを送っている方って誰なんですかね、政治的な支えというか、そこをちょっと、なんか責められないかなっていう、お腹痛くなってほしいなと思ってるんですけど、あと一つはですね、旧新報は全然読んでないので何とも言えないんですけど、新聞とかあとテレビもそうなんですけど、国民がこう言ったっていうふうに言って私を入れないでくれって思う時がものすごくしょっちゅうあるんですけど、その書き方がですね、その新聞の記事を書いている方たちの団体だったら、そこでちょっとそこに自分たちの中になんかそういう私はこう思うなのに国民はって言っちゃうようなとこないのかとか、そういうのをちょっと書
考えてほしいなと思うんですよね。国民がって言っちゃうと、そうすると安倍さんたちとやってることは同じなんですよね。国民を守るため、生命、財産を守るためとか言って、雪でもほっとくと、そういうことをやっちゃうので、ちょっと新聞の方も、これはとても厳しいことなんですけど、レベルの高い大変なことであると思うんですけど、それをやっていかないと、同じ穴の無地になっちゃって、だから戦いに勝てないかなっていうふうに思っちゃったりもするので、応援はするけれども、そこのところもお願いしたい。じゃあここで一旦一応切らせていただきます。でお二人にお答えいただきますが、その前に先ほど主催者のスタンスはどうなんだというお話がご質問もありましたので、一言だけ、まあ、私が司会ですので、会のを代表して、お話ができるという立場かどうかという点では問題はありますが、私どもは球場フェスタ市民ネットという市民運動です。私たちの共通課題は、憲法を守りたい、球場を大切にしたい、平和憲法を守りたい、そしてそれを憲法が実現していくような、社会であってほしい。そのためにはさまざまな考え方があります。例えば天皇制についてどう考えるか、今日本国憲法では象徴天皇制になっています。それをじゃあどうするんだ、そういう議論ははっきり言ってしていません。いろんな考え方があって結構、ただ私たちが大事にしたいと思っているのはいろんな考え方、その中でもこの今ある日本国憲法を大切にしたい、そしてそれが今この憲法を変えようという、悪くしようと私たちは改悪だと思っています。この憲法を悪くして、人権を制約し平和をないがしろにするような、そんな動きは断固として押しとどめたい。私たちはさまざまに今日本国憲法が書いているようなさまざまな人権規定、平和の規定、そうしたものを民主主義の規定、そうしたものが少しでも実現していくような、そういう社会日本であってほしい、そういう社会を私たちの子供や孫に伝えていきたい、そういう思いでいます。それ以上でもそれ以下でもありません。はっきり言って、例えばさっき先ほど森戸さんの見解についてどうだ、そんなこと議論していません。ですから私たちは私たちの主催者のスタンスはこの点どうだと言われてもお答えのしようがありません。私たちのスタンスは今申し上げた以上でも以下でもありませんということで、理解をしていただきます。その上で、すみませんが、ご質問についてお答えいただけたらと思います。今日のテーマに即した部分はやはり楓先生への質問だったと思いますので、僕の方から先に十分に答えられないですが、受けたいと思います。6人の方、6点の質問があったかなと思います。クロスオーナーシップの問題ですけども、ちょっと詳しく僕も、よく理解していると思えないところがあるんですが、患者先生と同じ部署におられた翡翠弁護士の本を読んだことがあるぐらいです。ちょっとその辺、より詳しい説明は、そして患者先生のところ、詳しいかもしれませんけれども、とにかく権力との関係といいますか、権力に対する独立性の問題というのが基本的にあるのかなと思います。そういう意味で今日本の制度というのはいろんな欧米と比べて、例えば資本なんかを守られていることによる一定の保護をされているというような面はある一方で、やはり権力との先ほどちょっと距離感の問題を言いましたけれども、やはりそこら辺に問題がたくさんあると思います。ですからその独立性というものを本当に維持できているのかどうか、そういった観点から今の特定秘密保護法の問題と絡んでくるんだろうなと思います。これはちょっと不勉強なので、答えきれないのが正直なところです。でもこれについて老練としての取り組みということについてはですね、具体的には取り組みをしているというところは、ありません。そもそも私たちは経営者に対してもっと働きかけをすべきじゃないかというふうに、僕自身はそういう問題意識を持っているんですけれども、なかなか
あの企業別組合がメディアのメディアの中でも企業別組合であるということでですね、個別のそれぞれの組合がそれぞれの経営者に対して、言うことを言えということが言えても老連として個別の経営者に対してこうすべきだすべきだと言うべきではないというのが今、新聞老連だけではないんですけれども他のメディア論争の中でもそういうのが今の共通認識になっていて本来この壁は越えるべきだろうと個人的には思ってますがそういう議論ができていないのが実情かなと思います。あとあの中地さんからでしたか、ちょっとあの質問の趣旨がちょっと僕は理解できてなかったんですが、まああの今のいろんな情報が、まあ、真実が報じられていないことがたくさんあるんじゃないかというようなことかなと思うんですけれども、それはあのおっしゃる通りだと思います。さまざまな限界が今あって、まあ、今日加藤先生が言われた送電事件であるとかリキリークスとかというような形で今あの明らかになっていることがたくさんありますし、あとまあ国際情勢に関してもですね、やはり、見方が変われば全然変わりますし、それはやはりあの取材報道する側に一定のバイアスがかかっているというのはまあ否定できないと思います。これは実は沖縄にいると沖縄の問題についてなぜ全国のメディアはちゃんと報じてくれないのかと感じているのと同じ次元の問題かなと思います。ですからやはりあの多様な情報というものをあの出す努力をマスメディアはすべきですし、まあそれを今補う形であのインターネットとか SNS とかっていうのが機能している面もあると思います。まあ、だからその中であのマスメディアはその、取捨選択をし何がより正しいかというようなことを本当は示してほしいんですがかなり批判も強いというのが実情で、ですからあのさっきもちょっと言ったんですが言論の多様性自体はあの必要だと思いますけれども、やはりその前提となる共通の価値観というようなものあるいはあの都合の悪いことは報じないというようなそういう姿勢の新聞もありますので、やっぱりそういうことを対してやっぱり批判をしていくということが必要かなと思います。例えばこの秘密保護法の反対の運動についてほとんど報じないとか小さくしか報じない、まあ、そんな新聞が事実ありました。ですからこういったところはあの問題だし批判していくべきだしと思います。まあ、そういう意味であの新聞老連の劣化ということも指摘をいただきました。本当におっしゃる通りで、今も言い訳を結局言っているように聞こえていると思います。本当にあの厳しいご批判をですねやはりあの受けながらその中で、まあ、もがいていくしかないのかなというふうに、正直思っております。まあ、あのそういう中で新聞離れはいろんな要素があると思いますけれども現実に新聞離れは起きていまして、その中であの労働組合もそれに対してどうしようかという議論をずっとしているんですがなかなか、明暗は浮かばないと。でその一方でこれもあの新聞が劣化している一つの表れでしょうけれども、消費税増税に対してですね明確に反対する新聞は少なく、そして、できた後に例えば今軽減税率の問題でですね、知識課税であるということで新聞軽減税率を適用せよというようなことを、まあ、新聞協会はそれは言っているというね、それが、まあ、あのさらに新聞に対する批判を招いていると、そういう問題があの経営の側にあってそれに対して、労組の方が有効に対応できていないということを僕らも日々反省しながら取り組んではいるところです。まあ、あの今後もそうしたご批判お叱りをいただきながらですね私たちも真摯に議論していきたいと思っております。まあ、ちょっとあのまあよそ様のことですけれども NHK の問題についてですね、日報労というのが NHK の労働組合です。そこのホームページを見ていただくと非常にあの苦しいメッセージをですね、発しています。本当に痛々しい感じがします。今あのこういう労働組合さっき社論という言葉も言いましたけれども、そういう中であの正社員組合的な限界の中で本当にじりじりと劣化していってるんだなというのの、あの一つの例ではないかなと思います。ちょっと人様の悪口みたいに申し訳ないですが、そういうのが今日本の労働組合全体にもあり得る問題だと思っています。ちょっとあの話が外れました。あと、まあ、独立論の件についてですね、まあ、あの実現可能性ということ自体をあの今
国立がどうのみたいなことで言える段階ではなくて、まあ、例えば少なくとも沖縄県民の過半数がそれをの望むというようなことが起きなければそこから先はまずないわけで、だってその松島先生なんかがおっしゃっているのは今スコットランドが今年独立のための投票をやろうとしていて、まあ、今世論調査等では厳しそうな報道されてますけれども、やはりそういった住民投票、それからその国連国際社会の監視といいますか注目の中で、の独立を目指す運動だということを強調されていましたし、いつ頃できそうだとかという問題ではないと思います。ただ今の日米両政府による差別的な政策、民主主義を否定する政策に対する対抗する論理として非常に今説得力を増しているということは言えるのではないかなと思っております。あと憲法に対するクーデターというような問題の報道についても、例えば、皆さんも非常に評価されていると思うんですが、東京新聞なんかのスタンスはかなりはっきりと今の安倍政権に対して、厳しくといいますか、厳しく分析しようという、あるいは応じていこうという姿勢を取っていると思いますし、沖縄の新聞もそうです。ですからそれを例えばみんなが揃ってやるということがいいのかどうかもよく分かりませんけれども、そういった新聞もある。そういうふうに今新聞が本当に分裂している状態にあって、あとはそのよりいい新聞がより読者を獲得するという形になればいいんですけれども、そうではない現象も起きているのかもしれないという気もしています。そこはそれぞれの記者たちの努力が今現にあると思いますので、それをぜひいいものをいい記者をいい記事を励ましていただき、そういった足りないところをあるいは逆行すると思われるところに対しては批判をするということをやはり読者の側からもしていただく、そういう中で、しか優れたジャーナリズムは生まれてこないのかなというのも実感として持っております。それから国民がと言ってしまうという部分も、そのために世論調査をいろいろ努力してやっていると思いますけれども、それに対してもいろいろ疑問の声も出ているというところで、ですからやはり新聞なりメディアが一体どういうスタンスに立っているのかというのをやっぱ見極めていって、そして簡単に言えばメディアリテラシーということになると思うんですけれども、どこどこがこう言ってて、どこの新聞がこう言ってて、この新聞がこう言ってる、でどっちが正しいのか、あるいはそれを合わせて考えるとどういうことなのか、で、この新聞は、誰の立場に立って誰のための報道をしているのか、その辺を見極めていくことが大事だと思いますし、そういう意味ではその自分たちのための視点、立場に立って自分たちのための報道をしている、そういうメディアを選んでいく、あるいはそこを支える応援する、そういうことをしていくしかないのかなという気がします。ちょっと答えになっているかどうか分かりませんが、一応一通りお答えさせていただきました。はい、私もたくさんご質問いただきましたが、一つですね、米川さんに対する質問で新聞論連頑張れというご質問がありました。僕は新聞論連ものすごく頑張ってると思いますよ。これぜひとも実はですね、日本全国でこの秘密保護法の反対運動がですね盛り上がりましたね。でこの盛り上がったね原動力はちょっとその私の宣伝させていただくとね、各地の弁護士会と新聞労連がつながっていろんな実行委員会を作ったところがものすごく盛り上がったんですね。これはねいろんな地域でそういうことが起きてるんですけどね、やっぱりね新聞労連もその弁護士会も、超党派ですよね。もういろんな人が混ざってる。だから一種我々弁護士法律家で新聞労連さんはジャーナリスト、そういうところが結びつくことによってそこに誰でも入ってこれるようなそういう広がりができてですね、それが大きな核になった地域、できたらそれを全国にしたかったと思ってるんですけども、今この配信運動もそういう形でですね作っていかなければというふうに思っていて、今日こうやって2人が呼ばれてるということもですねとても嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。
あの廃止実行委員会も常に一緒にやってる、あの、国際新法の打ち合わせも一緒にやってると、こういう状態でございます。それで、最初にその今あの特別委員会がなくされたのはどうしてなのかって、まあ、いつもあの桜井さんの質問は難しいんですけど、僕もなんでだろうなと思ってました。あの本当に、やっぱりね、あの特別委員会って結構、まあ、あの参議院の特別委員会かなり盛り上がったんでね、あれはもう再現させない、次に国家安全保障基本法を出すときは別のその委員会作らせるしかないというふうに思ったんでしょうね。まあ、今日先ほどここに来て座っていたあの委員なんか もう顔を見たくないというふうに思われたのかなと思われますが、まあ、どうしてなのかはよく分かりません。それからあの知る権利の憲法上の根拠、これはとてもいい質問ですが、あの知る権利はですね、憲法21条の表現の自由が根拠です。でこのことはですね、表現の自由というのは報道の自由を当然含んでますね。そして報道の自由というのは取材の自由を含んでいて、取材の自由というのはまさに知る権利で、そしてそれはあのジャーナリストだけが知る、あの取材の自由を持っているんじゃなくて、国民全体の知る権利に奉仕する目的で取材の自由というのが与えられているんだというふうに言われています。で日本国憲法にはですね、あの知る権利というのは明文では書いていないんですね。確かにあのはっきりした文言では書いていない。しかし自由権規約の19条はですね、はっきり書いてるんです。情報を受けるということ自身の自由ということもですね、はっきり書いていて、まあ、そういう意味でですね、まあ、あの日本国憲法より自由権規約の方ができたのが20年ぐらい後なので、まあ、そういうあのいろんな意味での状況が進展があったということだと思うんですが、知る権利自身は日本国憲法の21条が明確に保障しているというふうに言えると思います。それからですね、あの違憲訴訟ができないかというですね、違憲立法審査をするような訴訟ができないかです。まさしくですね、この秘密保護法対策弁護団はそれを狙ってやっているわけです。それでどういうシチュエーションの時に違憲審査が可能になるかということが問題で、まずですね、新聞記者の方が逮捕されて、ということが起きてですね、その後裁判やる時には絶対できます。まあ、それは遅すぎるだろうっていうふうに、まあ、思われるかもしれないけども、とにかくその時にはできるんです。今先ほどですね言ったその、日本国憲法上知る権利がですね、憲法21条と保障されているっていうのは西山記者事件の最高裁判決で認められていることなんですね。だまさしくもうこういう事件の時にそういうことが認められている。そして刑事事件が起きる前にですね、この立法の施行を差し止めるような訴訟ができないのかと、いうことが、まあ、この間何度かやっている、こういう会合の場で質問が出てくることがあります。で先だってなどは一人の弁護士さんがですね、この法律が違憲であるということの確認を求めるという訴訟を起こされたんですね。でなんで弁護士一人なんですかと、その1000人集めるなら 1000人でやればいいじゃないかというようなことを聞かれた方もいて、まあ、それについてもですね、僕はそれはやめた方がいいんじゃないかなと思ってます。というのは、彼の作った弁あの訴訟というのを見てみるとですね、この法律ができることによって、刑事事件における弁護人の弁護権が侵害されるから違憲なんだって言ってるんですね。でもちょっと間接的だし、その弁護士さんが一人で起こされてんだけど、別に我々 の弁護団にも入っていないし、その人がその秘密保護法違反の弁護をやることになるかもわからないし、でそういうのでは具体的な事件性がないということで裁判所は取り合わない可能性が高いんですね。しかし裁判所が取り合う可能性のあるですね、事前の訴訟として、もうこれはまだ やるかどうかも決まっていないんですけれども、弁護団の中で話し合っているのは、新聞ローレンさんとかですね、まあ、いろんなその著名なジャーナリストの人とか、そういう人がですね、ある程度、グループになって、そして自分たちはその国家が違法に秘密にしているような情報を明らかにするために日々、取材活動しているんだと。しかしその時の取材の壁が厚くなる、まさしく知る権利が侵害されてですね、しかも、その取材そのものが危険になってくると、まあ、それ自身が、表現の自由、知る権利の侵害なんだと。もうその侵害はこの法律が制定されたことによって始まっていると、施行されることによってもっとひどくなると、
それに対して、我々はジャーナリストとしてのことを保持しているですね、表現の自由に基づいて差し止めを求められるはずだし、慰謝料の請求をするみたいなんですね。イラク派兵の違憲訴訟というのがあってですね、これイラク派兵の違憲性を認める、まあ、輝かしい判決を勝ち取られた判決なんですけれども、まあ、そういうのにちょっと似てると思いますけれども、あの場合イラクに派兵されちゃったんだけれども、そのことによる精神的慰謝料を求めるという形でやられた訴訟だったんですけれども、それやるかどうかは分かりませんが、少なくとも刑事事件が起こった時には違憲立法であるということで戦うことになると思います。その前にもですね、可能な形態があるんであれば、我々弁護士としてはチャレンジしてみたいと、それ自身はでもそのやろうという意欲を持ったジャーナリストが現れてくるかどうか、これ一人だと辛いと思うんですね、この間、ジャーナリスト的司会権でバッと並ばれて、俺たちがその被告人第一号だとかでみんな言ってましたもんね。彼らがやってくれる可能性もあるかなというふうに思っています。それから第三者機関のことについてご質問で、これですね、さっき示したものには確かに国会のところはちょっと映しませんでした。国会の 中に第三者機関を作るという議論が今進んでいて、国会の自身の中にですね、秘密についてその秘密指定とか秘密の解除権を持ったような第三者機関を作るというようなことを公明党さんなんかは提案されるのかなっていう感じなんですけれども、この間ですね、与野党の議員の人たちがイギリスとドイツとアメリカに調査に行かれてですね、そのレポートというのがまだ出ていませんけれども、行かれた方の話を少し聞いてみると、その3カ国ともですね、情報委員会っていうのがあるんですね、国会の中にね。そして情報機関、いわゆる諜報機関ですね、CIA とかそういうものを取り締まるための機関は国会の中にある。でそこは一定程度の秘密へのアクセスはできるようです。しかし秘密の指定と解除まではやっていない。で情報を求めればその情報は、一定程度出さざるを得ないという、そういう政府との関係になっているようですね。でそういうものを、作ろうという動きが与党の一部、割と熱心な公明党なんですね。自民党はむしろ腰が引けてるかもしれない、そういう、シチュエーションで進んでいて、この動きに対して我々がどういう態度を取ればいいのかということについては、まだちょっと実行委員会の場でも討議しておりませんが、一応僕の個人的な意見を言わせてもらうと、議論をよくその聞いていくことが必要だし、頭ごなしにそんなもの意味がないというふうに言う気もないんですけれども、よっぽどうまく作らないと、変なものができてしまう可能性もあるし、逆にその国会議員に一部の秘密を知らされて、そしてそれを漏らしたらお前らも逮捕だぞと脅されて、どんどん国会なんかが変になっていくというのは、そういう危険性すらあることはあるんですよね。だから、国会がこの秘密保護の問題にどういうふうに関与していくのが、いいのか、とりあえず僕はやっぱり秘密保護法廃止ということを国会の大きな大義に掲げてですね、頑張ってほしいというふうに思っているし、この、秘密秘密組織というか、その、秘密を指定している機関に対するですね、監視監督みたいなことを国政調査権を使ってやるということ自身について否定する気はないんですけれども、第三者機関としてどういうものを国会から作っていくのがいいのかということについては、私自身まだ考えがよくまとまっていない、でも慎重に考えていく必要があるなというふうに思っております。こういった点も海外からゲストの方を呼んだりしてですね、もっと深まった議論をしていく必要があるかなというふうに思っております。一応私にご質問いただいたのは以上かなと思いますけれども、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。お二人とも丁寧にお答えをいただきました。もう一回お二人に大きな拍手をということで、今日はどうもありがとうございました。最後に閉会の挨拶を中条フェスタ市民ネットの、伊藤成彦さん、中央大学名誉教授よりお話をいただきたいと思います。皆さんどうも長い時間ご苦労様でした。いつもだいたい終わる頃にはもう皆さん帰りが帰ってて、私は皆さんの背中に向かってご苦労様でしたと言ってたんですが、今日はこの、名前も入ってまして、私が閉会の挨拶をするということで、
実はね、そうだからというんではないんですが、いつもは後ろからご苦労様でもよかったんですが、実は今私は大変深刻な問題を抱えていて、しかもそれはまさに今の今日のお話の問題なんです。でしかもそれが起こったのは昨日の夕方ぐらいのことで、どういうことかと言いますと、まあ私はあの、年が明ける頃からですね、あのまあ、私はあの憲法の会っていうのは、東京、神奈川で、まあ、5つぐらいの大小さまざまな憲法の会の代表をしているんですが、あのその憲法の会をこういう状況だからそれぞれでやってるだけでなくて、みんながこの憲法を守る運動としてつないでいって、五権連合というものが作れないだろうかと、五権連合を作るいろんな形でこのそれぞれの地域から、まあのまあ、いろんな名前でいっぱいあの憲法もあるのかありますから、ですからその地域からお互いに話し合って五権連合が作れないだろうか、まあ、現にですね、まあ、そういうことで私は横浜の大きな五権連合の会のいきなり代表にも、まあ、呼ばれてそこにも行ってるんですが、まあ、それはやっぱり1000人あるいは1000人以上がいざとなると集まるような会なんです。でそういう会をつないでいってですね、そして同時に遅くとも2年以内には衆議院選挙があるわけです。よっぽどあの安倍がですよ、それをもう憲法は無視して全部ぶっ壊して、それで安倍の、まあ、独裁内閣を作るんだということにでもならない限り、選挙制度が依然として残っているならばですね、選挙はある。しかも、まあ、この間 の都知事選挙もそうですけれども5割にいってないですね、投票率がね。でこれでは安倍が喜ぶはずです。やっぱり5割を超える選挙をやらなきゃならないんじゃないかと、それには憲法を守る会みんながあのこう連結して五権連合というものを作ろうじゃないかと、まあ、こういう呼びかけをしてるんですが、で実はですね、来月、3月の15日に、横浜駅の近くにあの、まあ、県民センターっていうのがあります。でそこに、まあ、60人ぐらい集める部屋がありましたので、初めてそこで五権連合を作る準備会を開くということを、まあ、決めてですね、今その準備をしてるんですが、でそこにはですね、あの、まあ、私昔から親しかった弁護士さんで、辻さんというこの間の選挙で落選してますけれども、それからあのこの方はあの議員じゃありませんけど横浜で長い間、憲法の運動をやってらっしゃいますあの岡田さん、皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、そういう方たちとこの、まあ、その、3月、15日、まあ、発売をしながらそこに集まった皆さんと、まあ、その議論をして、そして、まあ、五権連合を作りながら同時に2年後にはあの市民の候補者をどんどんいい候補者を募って集めて、そして少なくとも5割以上の得票しようではないかと、そうすれば当然この安倍内閣は退陣させられるわけなんですから、まあ、そういう、まあ、このまあ、夢のような話に聞こえるかもしれませんけれども、まあ、そういうことをやろうではないかということで、3月の15日に集まることになっています。ところが昨日ですね、そういう運動で私と一緒にいたある女性がですね、その辻さんという人を下ろせと、辻さんはハレンチ官だと、だからこの人を下ろさないならば私はこれをぶっ壊してやると、こういうことを言ってきまして、私は本当にびっくりしたんですね。で、まあ、私は辻弁護士とももう20年ぐらいのいろんなお付き合いあります。そんな深い、彼はまあ弁護士ですし、私はそういう意味ではそんな深い付き合いがあるわけじゃありませんけども、辻さんはあのアジアの例えば韓国ですとか中国ですとかそういうところでのやっぱ交流を持っている方で、まあ、私はそういう意味ではあのアジアのいろいろな方たちとお付き合いしてますから、まあ、そういう意味でも20年ぐらいのお付き合いありますし、
まあ、そういう形で、まあ、今度も、彼がじゃあ横浜から行って岡田弁護士と一緒にやろうっていうふうな、まあ、ことになったわけですが、いきなりハレンチ官だからこんなやつは下ろせって、で私は聞いたんですね。どういうハレンチなんですか、どういう何か具体的な事例があるんですか。彼自身も弁護士ですから、そんなとんでもないことをやるとは私は思いませんけれども、具体的に言っていただきたい。あなたのそういうふうに私に言ってきて、電話なんですが言ってきている根拠というものは何なんですかということを聞いたんです。そしたらですね、インターネットを見ないのかって言われたんです。だから私はインターネットをほとんど見ません。インターネットっていうのはルーマーでしょって言ったんです。要するにルーマーをいろいろ集めてきて人の悪口を言うというためにあるのかもしれないと思うくらいのとこじゃないんですか。そうじゃなくて、一人一人の人権が関わってるんですから、どういう具体的なことがあってこれをやめろ、この人をやめさせろと言っているのか、それを知りたいと私は言ったんです。そしたら、いやそれはインターネット見なきゃ分かんない、これでは話にならないじゃないですかって私は言って、だから私はあの責任者として3月15日はちゃんとこの取った会場でやります、そこに、来られてご意見があればおっしゃってくださいと、というふうなことに今のところなっているんですが、しかし今晩どうなるのか、明日どうなるのか、これからどうなるのか、それは私には全く分かりません。まあそういう、まあ、大体現在のこの憲法状況そのものがこういうふうなものまで花見出したんだなっていう感じはいたしました。で、まあ、それ辻さんがどうか、後藤さんがどうかというふうな一人一人の問題ではなくて、私はやっぱり憲法問題というものが、まあ、そういう意味ではですね、未来2年以内の未来の選挙も含めてですね、非常にやっぱりテンションの高い問題、今まで我々が経験したことがないような選挙を迎える、あるいは選挙があるかどうかもわからない、まあ、そういう状況が今刻々とできてきてるんじゃないかなというふうに思います。ですから私はこれ以上何も言えないしわからないわけです。ただ私はそういうふうに暴力的にあれをやめさせろとかというふうなことは受け入れられない、意見があればそこへ来て言ってください、暴力は認めません、こういうふうに私は言ってます。まあ、相手がどういうふうに出てくるか本当にこれは分かりませんけれども、これは私個人の問題というよりもまさにそういう状況が生まれつつあるのかな。では神奈川はですね、いろんな形で今私言ったようなことを市会議員をやっている方たちとも話し合っておりますし、まあ、徐々に少しずつ広がっているんです。ですからまた狙ってきたのかなというふうにも思いますけれども、そうだとすれば全国いろんなところでこれをやれば起こってくるというそういう問題なのかなというふうにも思っています。まあ、そういうわけですから皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そしてまた何か起こった時には一つご支援をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこれで閉会させていただきますが、実はこの会場は民主党の辻元清美議員のご紹介で取っていただきましたので、感謝の気持ちも込めてご報告をさせていただきたいと思います。それでは集団的自衛権の容認などというような解釈会見を許さず、そして、今日のこのテーマである特定秘密保護法、ぜひ廃止に向けて頑張りたいと思います。またよろしくお願いいたします。